文官坊広志神は、鎌倉時代後期から南北朝時代にかけての神言立僧、神言像、学僧、画僧。防号は、文官、法意皆は、立僧としては琴音、古藤密教像としては、広志神。尊称は、文官商人で、方言無双、粗子再生とも称された。聖法務、大僧上、第120代当時一長者。 第64代第五寺座また、南朝における、大僧城、第3代東寺座ス、第66代第五寺座ス。五代五天皇の新言密教上の死にして、仏教政策における最大の伏進であり、五代五、五村上両邸の御地蔵を務めた。捨ては、法蓮、湯河伝統賞。門官は多芸多彩な人物であり、四つの、 側面それぞれの分野において、中世で、最大級の業績を残した。一つ目は、新言立衆第二世の自身を昇進空の、側近として、民衆救済やハリマ国の土木事業に尽力した、新言、立衆の高潔な清掃という一面。二つ目は、五代五、五村上両帝に副心として使え、剣務政権、南朝の仏教政策の中心的存在だった。 新言宗の製造という一面。三つ目は、多数の仏教書を表し、三尊合行法の理論を完成させた学僧という一面。四つ目は、非凡な絵師かつ、仏教美術監修者である画僧という一面である。これは、新言、立宗の回祖である、交渉菩薩映像と同様で、それぞれの側面が独立してあるのではなく、複雑に混じり合って門官という一個の人物を、 形成している。門間の生涯の根幹をなすのは、戒立後事と、民衆救済を志す新言、立衆の立僧としての意識だった。こうなりな遂げた後も、たびたび自作品に立僧としての署名を行っている。日本史研究者の金子明によれば、播磨国東部におけるタコグサ号工地開発や語が、異水収築事業といった、中世の重要土木事業は、 若手時代の門館によって開始されたものであるという。後が、異用水の集築によって、養水施設の樹液面積が200ヘクタールから700ヘクタールとなり、数百年にわたって地域の富を生み出す、心臓部として機能した。民衆救済のほか認証が唱えた、法音思想を画業を通じて表現した。五第五天皇が、立衆の構想である、認証。 真空、角森らを数計し死亡を追造したのも、門間の推挙によるものと推測されている。また、立僧出身の製造として、民衆と政界の結節点となるそうであり、河内国の悪党だった、武将、楠木正重を、五代醐天皇に引き合わせた人物である、可能性も指摘されている。新言宗の製造としては、 五代五天皇及びその子の五村上天皇にご地蔵として仕え、当時一長者をはじめとする養殖を、剣無政権下で独占し、栄養映画を誇った。五代五天皇は父帝である、郷田上皇に習って、神言密教に、史上最も習熟した天皇の一人であり、門官は、様々な奥義を五代五に伝授した。門官は、 五代五帝に伝法勘定となる儀式や遊儀勘定を授け、さらに国家鎮護の大秘術である二王行秘法を教授した。五代五天皇の正妃である西恩寺義子にも遊儀勘定を授けている。当時の感覚では、神言密教の手法は、実利的効果のある合理的技術と考えられており、これらを両帝のために実践することで国家に貢献した。 学僧としては、吉野に陰性した後に膨大な自相書を表し、三つの、御事格を合わせて、手法を行う、三尊合行法の理論を完成させた。第五次御法院流をはじめとする、新言密教で用いられる、一物二妙王という形式は、各種の御事格に、不動妙王と、愛禅妙王を脇字としたものを本尊とする、様式であるが、これは、 門間の三尊合行法に基づくものであるという。宗教学研究者の安部康郎は、三尊合行法は、中世密教の最高到達点に位置づけられると主張しており、門間を、儀礼と図像を統合する術に長けた天才的な師範、と評している。画像としては、加納英能、本庁画師に、不本と評され、美術作品の原則点数は、 中世の僧侶では最も多い人物の一人である。仏教美術研究者の内田健一は、画僧広島と称しても良いほどであると、仏教美術における重要度も、兼務政権で映画を極めた、製造としての一面に劣らないと評している。門官が関わった、仏教美術のうち、実質が確実なものは、重要文化財4件、都道府県指定文化財1件であり、 監修は、国宝1件、重要文化財5件、都道府県指定文化財5件である。実質の代表作は、憲法着色5時、文殊像で、その他、五代五天皇神官天朝陰神、憲法着色五代五天皇五蔵、木造文殊菩薩鬼子像などの制作に関わっている。入滅後、門官の学派と敵対した北朝で書かれた、軍記物語、 太平記や誘拐、法教省などによって、性的儀式を報じる邪教、新言立川流の中高祖にして、武闘派の様相という人物像が描かれた。門館の異形の階層としてのイメージは、1980年代に、日本史研究者の網野義彦の、異形の王権によって広められた。しかし、2000年に入り日本学研究者の、シュテファン・ケックや、 宗教学研究者の矢永信美によって、法教省への資料批判がなされ、文館派と立川流と性的儀式の教団はそれぞれ別の団体であり、文館への様相という汚名は言われのない抽象であることが示された。2006年には、仏教美術研究者の内田健一が同時代資料を集めて、文館の実証的な伝記、 文官房広志心と美術を表すとともに、指定関係から見える政治状況や美術上の業績を中心に分析を行い、アミノの異業の王権論に反駁したが、同所が文官研究の一つの到達点である。以降、学術的業績や民衆救済事業における実績が再発見され、20世紀までの人物像からは大幅に改められることになった。 生前の業績があまりにも膨大であるため、2010年代時点でも、未だその全容が解明されておらず、再評価の研究の途上にある。文館が、憲本着色五字、文珠像。後年、文館が、防木用として描いたもの。内田慶一の推測によれば、文珠画像には、珍しい女性的な造形は、文館が亡き母の面影を映したものかという。 文館は、鎌倉時代中期の公安元年1月11日、張馬国宝女王野の豪族である大野重臣の孫として誕生した。大野和種は、歌天皇の孫で、宇多源氏の祖である、源正信から第十三代目の子孫であると、自称した。また、文館の母は、観音菩薩に深く帰還しており、文館の観音信仰は母に起因するものと、 考えられている。伝説によれば、門官の母は、解任時に観音菩薩の夢を見て、観音から白の宝珠を授けられたが、この気づいによって生まれたのが門官なのであるという。昭和3年、門官は数え13歳で、ハリマ国の天台手法火山に併設する新言、立州の寺院において、岩里市立史及び完成、冒慶村の指導によって仏門に入った。 喜び尊はもともと新言立宗快祖の英尊の弟子であり、さらにこの7年前には英尊が北家山を訪れて大規模な布教活動を行うなど、北家山はハリマ国における新言立宗布教の拠点だった。だが、くしくも英尊は門館が仏門に入ったこの年に入滅したため、門館と英尊が会うことはなかった。昭4年2月上旬には,官は、は 生涯を貫く事業となる、文殊信仰を表明した。文殊は、母大心を人に促す存在とされ、真言、立宗の中心となる菩薩だった。文官の防護、文官と、立僧としての法意味な、古藤音は文、文殊観音のアナグラムであるとするのが通説である。文官坊広志信が、日課文殊文官が、毎日の修行として、 文殊菩薩を描いたもの。昭和五年、文館は数え十五歳で、奈良に登った後、まずは、幸福寺に入り両音から法召宗を三年間、学んだ。新言立宗ではなく法召宗を勉学したのは、新言立宗の本拠地である西大寺は、幸福寺の末寺だったからだと考えられる。文官は、法召集を治めた後、永忍三年に、新言、 立州の本拠地である西大寺に移り、第二世長老である、新空に入門した。新空から立像を学ぶとともに、金作十回を授けられ、金作イコールシャ味、つまり見習いとはいえ正式な僧侶になった。この時数え十八歳。また、門館はこの時絵画の練習も始めたと考えられている。海祖である、永存自身が一定の画技を持ち、 映像の弟子にも、仏画を得意とする者が多かったことから、絵を学ぶのに良い環境にあったからである。昭和2年、数え23歳の時、門館は、菩薩大水位を授けられ、水位コールビク、つまり一人前の僧侶として認められた。門館はこの時すでに相当の絵画の腕前を、持っており、同年うるう7月21日には、大和国吉野の厳密寺で、 海ソの映像の画像を描いている。署名には、二章院トンとあり、二松院という名乗りから、最大樹の中心派閥にいたことがわかる。また、後年の南北朝時代、数え60歳の門官が、自身の若か,かりし、頃のガジを見て、考えのあまり再署名をしているなど、資料としても重要である。門官は、昭安3年、数え24歳の時に、 新言宗の僧にもなった。まず、新言立宗上の師である、新空からは、新言宗松瀬流の不法を受けたが、これは、新空の復讐にしか許されない高い待遇だった。さらに、新言宗第五派の実力者である、大僧正道順からは、新言宗法人流の不法を受けた。なぜ若い門官が道順という強大な製造と、 つながりを有していたのかは不可解である。しかし、当時の新言、立宗の実力者はしばしば新言宗の構想から、不法を受けたので、文官が、道順の弟子となった経緯は、謎でも、道順の弟子となったことそのものは自然である。昭安4年には、開祖である、交渉菩薩英尊の十三回記が行われた。この時、文官は、 新言立僧の二十代若手層の筆頭として、大般若業書写事業の監督など重要任務を任されたと考えられている。また、画僧としても、すでに天才絵師としての名声を築いており、木造騎士、文字菩薩の納入品には、文官が他の僧から依頼されて描いた仏画などが含まれている。この頃、新言立宗で、映像と並ぶ瞑想であり、 ハンセン病患者など、社会的弱者の救済に生涯を尽くした認証が入滅した。一方、エーゾンの後継者であり、門官の死である、新空は、五宇ダ上皇の帰還を受けるなど、勢力を拡大していった。新空は、同郷人で、兄弟師でもある認証を盛大に弔ったり、貧乏国語の道の浄土寺へ、門六十四人を連れて訪問したりするなど、神言。 立州の流星を内外に示した。過去川水系の荒井用水と後が異用水。中世に門館によって本格的な用水整備がなされたとする説がある。確実な時期は不明であるものの、門館某広志信は、権限2年から下限4年頃に、故郷のハリマ国に戻り、20代後半の若手像ながら、ハリマ国の新言、立州の指導者格になった。 これには、1、本拠地である最大寺で、若手筆頭の有望株として、名声を築いていたこと。2、実家である豪族の王の死からの金銭的支援があったこと。3、門間の最初の死である関西、冒桂村は、ハリマ国の新言立宗の筆頭であり、門間は救世した喜び村に代わってその地位を継いだこと。4、ハリマ国の歓人像である、宇都宮長老からも、 実力を認められ、その勢力基盤を引き継いだこと、などの理由が挙げられる。門館は、故郷のハリマ国で、立僧として、土木事業を通じた、民衆救済に尽力した。さらに、門館は、それと、並行して様々な事業を手掛け、以下のように、多芸多彩な僧侶としての偏鱗を見せ始めていた。憲本着色愛全明王像ハリマ国の、 事前事業で名声を成した、門官房広志神は中央に戻り、昭和5年諸島に、大和国畜林寺の長老になった。しかし、同年1月26日に、新言立宗での死である、新空が数え86歳で入滅。新言立宗を率いる最大寺第三世長老には、海祖英尊の皇帝で新空の弟弟子にあたる仙湯が着任した。 新空が入滅してしばらく後、門館は、新語二州第五寺に移り、同年四月二十一日に、新語二州第五派法音院流の長である道順から、伝望勘定を授けられ、アジャリの資格を得た。法音院流とは、十三世紀の剣心に始まる、法流で、新語二州の自創学の二大学派の一つ尾の派の、本拠地である第五寺の中でも、 特に多く優れた学僧を輩出した学術的流派である。門官は時に数え39歳であり、これ以降、新言宗の僧侶としての存在感を高めていく。また、数え41歳、文法2年1月8日の祈祷で、広島新アジャリという名で記録されているが、これが新言像としての法意味なである、広島という名の初見である。当時、 第五次の実験は、郷田上皇の長蔵だった道順と、鎌倉幕府北条氏からの支援を受けた、龍勝が争っていたが、最終的に道順が勝利した。門館の死の道順は、第五次、第五十七大雑、大僧上、当時二長者などの養殖を歴任し、現行元年3月21日には、新言衆最高位である当時一長者に上り詰めた。 しかし、郷田上皇は、同年12月9日に、自転の君の座を引退し、この五醍醐天皇が申請を開始した。天皇下での代替わりとともに、道順も、同月28日に入滅した。現行3年、門官が数え46歳の時、五醍醐天皇の直命により、宮廷に招かれた。門官が五大五から崇敬を受けた理由は、新語州の上では、 五代後の父の豪田上皇が消えした道順の弟子にあたり、新言、立衆の上では、五代後の祖父の亀山上皇が消えした、永存の孫弟子に当たるからと考えられる。翌元行四年には、民衆の初母大臣と五代後天皇の繁栄を祈り、後に、大和国新言、立衆般若寺の本尊となる、木造文字菩薩騎士像の発願、慣修を手掛けている。 幸福時代仏師安俊氏と小仏師安成によって作られた名作である。大世主は幕府の高級官僚である伊賀金光である。なお、この像は20世紀後半に日本史研究者の阿弥野義彦らによって幕府図書の仏像説が唱えられたが、21世紀初頭に仏教美術研究者の内田圭一らによって否定されている。 同じく現行4年6月には、新言州の有力被護者の郷田上条項が崩御。同年9月から翌年2月にかけて、五代醐天皇と近親らが、倒幕計画を疑われた、焼中の変が発生するなど、正常不安が一時的に続いた。焼中2年10月、門館は、五代醐天皇に因果を授け、国家鎮護の大秘術である、 二王行秘宝も伝授した。その報奨として、宮中の御用僧侶である内宮部十禅寺に部任された。火力二年六月一日に、五代後醍醐のために作成された、愛禅妙画像は、内田の説によれば、門館の監修、または、実践作によるものである。同じく火力二年十月、門館は、帝王の死として、忍寿殿で、五代後醍醐天皇に、 両部伝謀官場職位を授け、五代五帝は、門官の法務役を受け継ぐあじゃりとなった。この功績によって、剣奏上に任じられたが、その時の部人書類は、神筆、つまり、天皇自らによる直筆の文書だった。時に数え50歳。火略3年から玄徳2年にかけては、五代五天皇から、立州の3人の構想である、認証、真空、 里子政に対し、それぞれ、認証菩薩、自震和尚、大秘菩薩の死亡が送られた。これには、門官からの働きかけがあったと考えられている。また、この頃天皇の側近でありながらも、画業への意欲も衰えておらず、当時宝蔵から絵を描くための資料として、宝物を借り受けたりしている。玄徳2年10月26日には、五代醐天皇に、 究極の感情、密教の最高到達点とも称される、遊儀感情という儀式を授けた。五大碁の肖像画として、著名な、憲本着色五大碁天皇五像はこの時の様子を描いたものである。また、同年11月23日には、五大碁の中宮のである、西園寺吉子にも、遊儀感情を授けた。玄徳3年4月29日に、 五醍醐天皇と鎌倉幕府の戦いである原稿の乱が勃発した。五醍醐の腹讐だった門官は、同年5月5日に捕獲され、6月8日には、鎌倉へ護送、最終的に、薩摩国用島へ流刑となった。五醍醐勢力は初め惨敗して、五醍醐帝自身も沖とに流されたが、三が道頭を脱出すると戦いの風向きは変わってきた。この時、 五醍醐は、新言、立州の拠点である尾道の浄土寺に祈祷を求めており、五醍醐天皇がいかに、立州と密教を重視していたかがわかる。現行3年5月27日に門館は主君に、先駆けて、京都に帰還し、6月5日には、五醍醐帝も外線して、兼務の申請を開始した。門館海岸、憲本着色五醍醐天皇御像。官によって、 新言密教祭碑の儀式である、遊儀勘定を授けられ、王法、仏法、神義の統合の象徴となった図。現行3年6月5日の兼務政権開始後、しばらく、門官の音沙さたはなくなる。しかし、10月25日に、五代醐天皇は、伏神の武将、楠木正重の母大寺である、関心寺に対し、弘法大師空海作と伝わる。 不動明王像を引き渡すように、臨時をもって命じている。正しと関心寺も素早く、これに応じ、翌日には正し自らの護送によって、不動明王像が、宮中に運ばれた。この一連の動きには、門館の検索があったとも言われている。建武元年3月には、映像ゆかりの岩清水、山田宮で、国家鎮護の王法である、二王行を終始した。 さらに、4月から6月頃には、新言宗第五派の長である、第64代第五ジザに上った。同年5月18日には、門館に観音信仰を伝えた母が没した。門館は、防木用として、自ら絵筆を取って37日に、憲本着色5時、門殊像を、57日に8時、門殊画像を描いた。これらには、 新言密教の伝統的な文書図用の形式と新言、立宗の認証に始まる、防木用としての文書信仰の両方が表現されている。同年8月30日には当時代漢人職に部任された。これは戒律関係の構想が認じられる慣例のため、文官は新言像というより立僧としてこの地位についたものと見られる。そして、 建務2年3月15日、数え58歳の時、門館はついに新言宗の名手である、聖ホ務、ム第120代当時一長者に部任された。騎手が尊ばれた旧仏教界において、地方の平民に生まれた立僧出身者が栄養映画を極めたというのは異例である。しかし、中央仏教界における養殖を一手に独占した門館に対し、 木の国の高野山剛ポージからは痛烈な批判が浴びせられ、解任を求める訴状が提出された。この上層文は、文館の独裁による弊害を危惧したという体裁にはなっているが、実際には文館の低い出自とそれにまつわる偏見に批判が集中している。そのため、仏教美術研究者の内田慶一によれば、 五醍醐天皇がある人物を遭遇したことそのものが問題だったのではなく、その人物が立僧出身者という低い身分だったことに、高野さんからの反感があったのではないか、という。兼務2年10月から年末にかけては、門官は当時一長者として多忙な公務をこなした。10月14日に、 ハリマ国で青年期に支援をしてくれた、宇都宮長老の母大を弔い、一週間後の21日には、京都に戻って、国家鎮護の応報である、二王警報を行事、その一週間後の28日には、やはり五国の法へで、ある、二王会を終始した。30日に、武学マンダラとも、うるう10月にも、週ごとに、五代後天皇のための祈祷や儀式を行った。 同年12月13日には、当時サインミカ堂に三位と八を、同月25日には、河内国の天の山金剛寺に、仏つ利を侵入した。翌剣務3年1月7日には、当時の王峰である五七日、五守法を開始した。しかし、この頃すでに、五醍五天皇と足利高氏の戦いである剣務の乱が始まっており、十日に、高氏が京都へ攻め入ったため、 五七日、五手法は中断された。やがて高氏は敗退し、九州に退いたため、門官は京へ戻り、三月二十一日には、大僧城に部任された。だが、高氏は、九州でタタ浜の戦いに勝利して再起し、五月には、港川の戦いで、楠木正重を廃止させて京に迫った。この頃、門官は養殖を解任され、六月には、 第65代第5次殺として高氏と親したし、三方院賢春が、9月には、第121代当時一長者として、聖助が部任されている。通説的見解では、この二人は、門官の敵対派閥であり、門官を排除したのだとされている。しかし、内田は、実際には、 この二人は門官から不法を受けたことがあるため、死から弟子への温当な交代とみなすことも可能である、ことを指摘している。高氏の構成は続いているとはいえ、この時点での定位は依然として、五代五天皇であることも、傍傷となるという。10月1日には、五代五天皇によって、河内国天の山根坊寺が直眼寺に指定された。11月7日、 京都攻略を完了した足利高氏は、剣無式目を発布して、幕府を開いた。なお、この時の戦乱で、関心寺から宮中に移されていたつて、空海作の不動明王像の本体は消失した。しかし、この数年以内におそらく、門館の監修によって模造が作成され、後に関心寺に寄進された。関心寺における、不動明王像等の配置は、 文館の三尊号行法に従っているとも言われる。文館監修の不動明王像は重要文化財に指定されている。文館書、五代醐天皇新館天朝院神、奥垣延元元年、兼務三年十二月二十一日、五代醐天皇が京から脱出して、大和国吉野で南朝を開き、南北朝の内乱が勃発した。この時、 五醍醐天皇に付き従った、新言宗の構想は、門官の兄弟弟子かつ弟子であるもと、大悟座殺の同友である。一方、門官は、南朝成立時点で、五醍醐に随行したかは不明である。当時は門官から新言宗全体への影響力が、まだ残存していたと見られることから、どちらかといえば数ヶ月遅れて南朝に合流したとも、考えられる。 少なくとも、延元2年、兼務4年3月15日には門館は、吉野にいたと見られ、金峰山周辺で、著作活動を行っている。門館はこの時ちょうど数え60歳である。門館は、延元2年、兼務4年後半から延元3年、略王元年にかけては、著作活動と、仏教美術の監修に専念した。五代五天皇は、 吉野で三自ら左官に手法を行っており、それを補佐するための五代五千族の学装という面があったと思われる。また、延元二年、建武四年には、吉野源三寺に赴き、自身が37年前に描いた映像画像を見て、考えのあまり再署名を行っている。すでにこうなりな遂げた、新言宗の製造ではあるが、 この時期たびたび立僧としての署名も行い、戒律後字を志す初心に立ち返ることを表明している。一方この頃、南朝鎮守府大将軍の北畠秋家や南朝総大将の新田義定らが内死にし、幕府の足利高氏は北朝から正意大将軍に部任されるなど、南朝は軍事的に窮地に立たされていった。なお、 正確な制作時期は不明だが、吉野の吉水神社には、門館のエフェデと五代醐天皇の書の合作による、了解主事曼荼羅が残されており、この頃、門館と五代醐天皇が、戦死者たちの安寧を祈って、自らの手で制作したものであると考えられている。こうした中、門館は、南朝大僧侶として、五代醐天皇によって演言四年。 逆王2年1月25日に第66代第5次座スに再任され、6月26日には当時長者より上位の地位である第3代当時座スとなった。しかし、北朝側にはこのような記録が見当たらないため、あくまで南朝側の装飾であったと見られる。また、門館は吉野にあって京都の大寺院に実験があったとは考えにくく、 名誉職であるとも考えられる。仏教美術研究者の内田圭一によれば、当時ザスなど五代醐の父三角の御宇浦上皇が用いた、装飾名を用いていることから、五代醐天皇が、父の御宇浦の政策を、後継者として引き継いでることや、まだ南朝が大事院に対し、任命権を持っていると主張することなどを意図した、政治的行動ではないか、という。なお、 延元四年、略王二年6月16日には、門官は、新語院の司法の一つ、天朝陰神の書者を、五代五天皇に依頼し、自身も、漁子装飾や奥書きの執筆に関わったが、これが、国宝、五代五天皇新館天朝陰神である。同年8月16日には、五代五天皇が崩御。崩御前日に、この五村上天皇が戦争し、 文官は先帝に引き継ぎ、五村上定の崇敬を受け、ご地蔵に任命された。9月21日には、文官は、五大御邸の57日供養を行い、憲本着色五大御天皇御蔵の開眼を行っている。一方、北朝側でも、将軍、足利高氏の強い要望により、五大御邸への盛大な供養が行われ、前週では、 無双祖籍による天竜寺の創建、新言宗では、足利将軍家の邸宅である三条防門殿内の当事院で百日記が開催された。その後の約十年間、門館の確実な足取りは不明だが、学術的著作の執筆は継続している。また、広告三年、略王五年三月二十一日の具法大式には、高野さんに現れて、 大覚寺等十代の魚物でかつて門官が、五代五天皇から歌詞された袈裟を寄進している。この時門官が袈裟を包むのに使用した箱、薪枝伝箱三入りは、箱そのものが美しい芸術品であり、重要文化財に指定されている。昌平三年、上は四年一月、室町幕府執事の孔諸直によって、南朝の仮の首都である、吉野アンが陥落し、 多数の建築物や宝物が消失、五村上天皇は画名制に逃れた。同じ年の7月25日、門館は多数の霊法をかつて自身を避難した高野さんに寄進している。これは門館が新語民州内部に未だ一定の県政を持っていることを示す行動でもあるが、内田の推測によれば貴重な霊法を戦火から守って未来に残すには、 大寺院である高野さんに保管するのが最も良い方法と考えたのではないか、という。また、霊法の保護を優先して、かつて自分を通列に批判した敵対派閥にも、史上を挟まず寄進する姿からは、門官の正常な性格が伺えるのではないか、と、内田は主張している。仏僧の彫像。丁明、赦門門官に昌平二年。 門館を彫像したのか門館が彫像したのかは不明。吉野安宮を陥落させられた門館は、翌年の昭平4年、昭和5年には、山城国相良軍の浄瑠璃寺政法護地理人を陰性先と定めた。これには、後村上天皇が座す妙明安宮の周辺には、皇想が住むのに適した大寺院がなかったことや、浄瑠璃寺は、行政区分上は、 山城国ではあるものの南都に近く、戦略上重要な拠点であることなどが挙げられる。同年半ばには、門館は二度にわたって、霊法を浄瑠璃寺に寄進している。昭平五年、官能元年、室町幕府の内紛である官能の上乱が、発生した。様々な混沌を経た後、昭平六年、官能二年十月に、北朝聖位大将軍である。 足利高氏が南朝に基準したため北朝は画界し、五村上天皇が唯一の天皇となり、元号も将平一つとなる将平の一党が行われた。翌11月、門館は五村上天皇を支えた功労者として、正法務、当時一長者に再分任され、16年ぶりに新五日州の頂点に立った。この時数え74歳。また、 この頃喜び派の名長国家である孔春を見出し、当時大仏師に取り立てている。翌年の昭平7年1月には、当時父長者として、当時の王峰である五七日、五手法を主催した。16年前には、兼務の乱で中断していたため、数え75歳にしてこの時初めて完遂したので、あった。しかし、五七日、五手法の配下には、 門館の息のかかった層は十数人中一人しかおらず、久しぶりの刑にあって、門館の勢力は脆弱だった。同年5月には、八幡の戦いで足利市に敗北した五村上天皇が刑を追われて、南北朝の内乱が再開し、門館の再度の映画は半年程度だった。その後しばらく門館がどこにいたのか不明であるが、 南朝の重鎮である左大正党院佐野井の依頼で、十一面観音に秘宝を表しており、十一面観音を本尊とする、大和国初世の長谷寺などが考えられる。昭平九年、文那三年十月二十八日に、五村上天皇が安宮を、河内国の天野山金剛寺に移すと、門官も、御地蔵として随行して同時に京構えた。数え七十七歳。 この時の金剛寺の学頭は、膨大な仏教書を写したことで、名高い全恵という学僧だった。全恵は門館に、弟子入りして、聖教を伝授され、門弟随一を称した。昭平十二年、延文二年10月9日、門館坊広志信は、金剛寺大門王上院で入滅した。数え80歳だった。くしくも、 北朝で、足利高氏のご地蔵を務めた美保院賢春も、同年雨流7月16日に入滅していた。入滅後しばらくの間は、門館の学派は一定の規模があったと見られている。しかし、南朝の衰退とともに徐々に門館派も記録が、不明瞭になっていった。戦いの数勢が決した、南北朝時代末期頃、北朝で書かれた、軍記物語。 太平記や誘拐による仏教書、法教書などによって、門館は、洋装という汚名を着せられた。門館の歴史的実像が解明され、名誉が回復されたのは、入滅後650年ほど経った21世紀、初頭のことである。誕生鎌倉時代中期、公安元年1月11日、張馬国にて、歌天皇の孫で、歌源氏の祖である。 源の正信から数えて、第13代目の子孫にあたると伝えられる、地方豪族、大野重臣の孫として誕生。当時、日本は、現行第1回である文英の役が終わったばかりで、次のモンゴル軍来襲に備えて不安な正常の世だった。門官の実家である、この大野氏については、張馬国宝女号大野に居住する一族だったと、考えるのが通説である。 実際、道地には、上落寺という寺院が存在し、門館の在世中に、新言、立州の最大寺末寺として活動が活発で、後に同寺に勤めた宇都宮長老という人物が、門館の関係者だったことからも証明される。湯河伝統賞は次のような構想誕生伝説を伝える。門館の母は、海人寺、女遺林観音と白衣観音に祈って生願した。 すると、夢の中に観音菩薩が出てきて、空中の月輪を手に取り、その上には、三日帽子を表す三つの宝珠があった。真ん中は、白い宝珠で、左右は青、赤の宝珠だった。観音が、どれか一つの宝珠を選ぶように示したので、門館母は、真ん中の白の宝珠を選んで、手にしたが、そうして生まれたのが、門館坊広島であるのだという。 仏門に入る、木造永存座像、吉原作、最大寺倉、国宝昭和三年、数え十三歳の時、針馬国宝火山において、新言、立宗の岩佐氏立史という僧に入出し、喜び見ことのもと得度した。ただ、喜び見ことのもとでは、まだ形同社見という、見習い身分だったとも見られる。このホッケさんというのは、兵庫県加西市にある、 天台宗の古刹一乗寺の参号でもあるが、内田圭一は、この場合は、物理的に一乗寺がある山の名前ではないかとし、門館はその山内にある新言、立衆の立院に入ったのではないかという。新言立衆というのは、鎌倉時代、西大寺の交渉菩薩英尊昭和三年によって開かれた、仏教の一宗派である。新言宗とは別の宗派であるが、 英尊自身も含めて、新言、立宗の多くの僧は、新言密教を報じ、新言宗の僧も検体していたので、全くの無関係というわけではなく、新言宗の一派、分派とみなすことも可能である。英尊の活動は多岐にわたるが、一仏教界の堕落に対処するため、戒律を重視して、復興を図ったこと。に釈迦、文殊菩薩。 シャリエの信仰を重視し、荒廃した寺院を復興し、様々な仏像を作成させたこと。三、大衆との関わりを重視し、貧民救済などの事前事業を活発に行ったこと。四、密教像として、鎌倉時代を代表する密教美術の制作を多く指揮、監修したこと。等々の四つの点が、特に重大な活動として挙げられる。これらの活動は、 別個にあるものではなく、すべてが保管してエーゾンという人間を形跡している。本項目の門間も、また、周祖のエーゾンと同じく多分野で活躍した人で、それぞれの分野での活動、業績が別個に独立してあるのではなく、相互保管の関係にある。門間の最初期の死の一人である、喜び尊という人物は、 英尊の時期弟子の一人で、公安三年頃には、完成、冒険尊として、最大寺で活動していたとみられる。正確な時期は不明だが、その後、喜び尊は、小国の張馬国に戻り、ホッケ山を拠点にして、布教活動を行っていたと考えられる。やや話を遡ると、ホッケ山と英尊の関わりは、公安六年頃から始まる7月23日上、 この頃から、ホッケさんは、殺政禁断の起承文を掲げて、エーゾンの訪問を要望し、祝老四し五人が最大寺を訪ねること7回に及んだ。そこで公安7年冬、エーゾンは、僧侶の表情を開いた後、ホッケさんへの訪問を決定し、公安8年春には伺うと約束していた。ところが、エーゾンは、幕府、朝廷双方から四位天皇寺別島という、 仏教会の住職に就くことを要請されており、さすがに勅命を断ることはできず、結局、公安八年春は四天王寺で活動を行うことになった。そして、遅ればせながら、同年七月二十三日、大和国の最大寺を立ち、二十八日に、張馬国の北家山に到着した。それから、様々な仏教活動が行われ、八月七日には、 エーゾンは2124人もの人に菩薩会を授けた。このように、ホッケさんとエーゾンは一定の関わりがある間柄だった。だが、そのエーゾンという鎌倉仏教師を代表する巨人は、門官が仏門に入ったまさにその年の昭和3年8月25日に入滅した。10年後、エーゾンは、ご伏見天皇から、高賞菩薩の死後を贈られた。 文殊と観音に帰依する文官が信仰した釈状は、長瀬寺式十一面観音の持ち物話を文官に戻すと仏門に入った翌年の昭和四年二月上旬、文官は文殊菩薩への帰依を表明し、菩大神を帰省した。信言立宗は文殊信仰が強く、例えば大乗本省神事官行法に日の文殊知り大、小 三聖書仏も、ため母、実法に来発発心、改善文殊強計力の四句がしばしば標語として用いられ、文殊は過去、現在、未来の、あらゆる仏の母として、人に、母大心を促す存在とみなされた。文官もまた、永存の時期で死である、喜び御とを通して、文殊による母大心という信仰を学んだのだと、考えられる。湯が伝統賞が伝える伝説によれば、 この頃、文官は奇妙な夢を見たという。その夢の中に、母と盆鏡が現れて、盆鏡の中には一つの宝珠と一つの釈状があった。そこで、文官は、盆鏡の中に入ったという。そして、文官はこの夢によって、新言、立宗の本拠地であるならへ行くことを決意したのだという。伝説そのものの真偽は、ともかく、少なくとも、 文官の文殊、宝珠、釈状に対する信仰がこの頃芽生えたのだと解釈することは可能である。釈状は普通、地蔵菩薩の象徴であるが、文官の場合は、長瀬寺式十一面観音の釈状を想定したものと見られる。こうして、文官は、母から観音信仰を、新言立宗から文殊信仰を受け継いだ。文館の名前のうち、防合である文館と、 立僧としての法意味なである、古藤音は、文樹、観音、文館、古藤音というアナグラムであるというのが通説である。社味になる、最大寺本堂昭和5年、数え15歳の文館は、奈良に上り、まず幸福寺の両音の下で3年ほど法奨集を、学んだ。なぜ新言、立州の本拠地である最大寺ではなく、先に、幸福寺に入ったのかといえば、本末では、 幸福寺の方が、本山に当たるからだったと考えられる。最大寺別当は、幸福寺寺層でもあった。また、英尊は、幸福寺で、新言、立宗の布教活動をしたことがありうる4月8日上、この当時、宝章宗と、新言、立宗の間には交流もあった。一通りの宝章宗を収めた門館は、永忍三年、同じ奈良にあり、新言、 立州の総本山である最大寺に移った。そして、新言立州第二世長老である、新空のもと、立像を学ぶことになった。さらに、新空からは、金作十回というものを受けた。金作十回とは、寂味十回あるいは、単に十回ともいい、不摂生をはじめ、僧侶として守るべき十の戒律のことである。 数え十八歳にしてようやく門館は、金作イコールャ味、つまり見習いとはいえ、正式な仏像になったのである。絵を描き始める、門館坊広志晋が、日課門樹。門館が、毎日の修行として、門樹菩薩を描いたもの。数え十八歳、最大寺で、ャ味として、修行を始めた門館は、絵画の練習も行うようになった。新言立秋は絵筆に、 巧みな僧侶が多く、そもそも宗祖である、交渉菩薩絵像自身が、画僧としての才能もあったと言われる。着色がこそ現存していないものの、図像賞、奈良県宝山寺像では、絵像の筆による図像が載っており、宗祖自身が20代の頃から、すでに絵師としても活躍していたのである。また、文官の先輩にあたる立僧の一人は、日課、文樹という、 日課の修行として、文殊画像を描く修練を行っていた。文館もまた、こうした土壌に育てられて、絵を習い始めたと考えられ、やはり日課、文殊の作品を残している。仏教美術研究者の内田健一は、文館はこの頃、その画技を見込まれて、塔を代表する構想で、法奨集の祖である、ジオン大使の画像を描く絵師に抜擢されたのではないか、と推測している。 論拠の第一として、漢味学正樹によれば、県庁三年の時点で、現状三蔵とジオン大師のどちらの画像を、制作するか映像の周囲で議題が持ち上がり、この時は、三蔵法師の方が選ばれたものの、ジオン大師の画像を作る機運が、西大寺内で高まりつつあった。第二として、門館入滅のおよそ300年後、仮の葉の絵師である、かのえのが、門館による、 ジオン大使の画像を見て簡単したと書き残しており、英オサムがそれをどこで見たのかは不明であるが、門館によるジオン大使画像が17世紀まで残存していたことが知られる。したがって、これら二つの記述を合わせれば、門館がこの頃西大寺内でジオン大使の画像を描いていたとしても、不思議ではないのではないか、としている。ビクになる昭和2年、数え23歳の時、 門官は、菩薩大推移を受けた。数とは、ビクと、同義語で、つまり一人前の僧侶になったのである。新言、立宗の場合、盆謀行による、盆謀従重近海を授かるのが、ビクになる要件である。入門編である、金作十海が、自分自身を戒める誓いなのに対し、盆謀従重近海は、他人も考慮した戒律になっており、例えば、 七、自産北海。八、建成期片付けな、海。九、新不士社会といったものがある。陸になった同年うるう7月21日には、大和国吉野の厳密レラで、映像の画像を描いている。この仏画は、門館の年齢があまりにも若すぎるため、本当に門館の新作かどうか疑われたこともあったが、 仏教美術研究者の内田健一は絵師としての力量に年齢は関係ないとして確かに門官のものであるとしている。後、門官が数え60歳の時仏教界の第一人者であった時にこの画像を再び見る機会があったようで若い頃の自分の署名の横に昔の自作を見て感慨深く思ったことを記し持ち菩薩会の見前 当時一長者第五次ザスホームという署名をしている。この絵の僕署名によれば、門館は、この頃は、二松院古藤と名乗っていたようである。二松院と肩書きがあることは、門館がこの時点で、新言、立州の中心派閥にいたことを示す。つまり、二松院は、最大寺の中心的な立中で、門館はそこを重望としていたのである。 しかし、所属上は二松院でも、この年は、実際には、吉野の厳密寺に居住していたと見られる。市の新空も、その昔、厳密寺にいて、清志方々神空を名乗ったことがあるので、おそらく新空とのつながりで、厳密寺に派遣されたと考えられる。新言集に入る昭安三年、数え二十四歳の時、門館は初めて新言集に入り、 新言立宗上の師である自身を昇進空と、新言宗第五派の実力者である、大僧上道順の両方から感情を受けた。文官は、新空からは、両部感情という感情を授けられた。新言宗の僧侶としての新空は、永存を経由して、平安時代後期の構想の元海に始まる、小野松馬世流という系統に連なることになる。永存が、 新言立宗上の弟子に対し、新言宗の松場瀬流を授けたのが確実なのは、新空を含めて、わずか三人しかおらず、いずれも、英存の弟子としては、上位十人に入るほどの構想である。それが門館に引き継がれたということは、この時門館は、すでに、第二世長老である、新空の副新の一人であり、最大寺全体としても重要な地位にいたことは、 間違いない。同年、新言宗第五派法人流の大僧上道順からも、愚痴勘上というものを授けられ、法人流の新言像にもなっている。どうやって門官が道順と知り合ったのかは不明である。松橋流も法音院流も、美法院流から分かれたという意味では、遠い親戚と言えなくもないのだが、西大寺と第五寺法院に特につながりはないし、死の新空と、 道順も関係は薄い。ただ、本寺志望星優という新言、立宗の構想が、新言宗の過重自流の奉脈を受けた例など、個々の立宗が最大時本部と関係なく、独自に新言宗を学ぶ気風は当時あった。そのため、文官が道順と知り合った経緯は不明でも、文官が道順から感情を授けられたことそのものは、 立想として逸脱していたわけではない。高渉菩薩映像13回記供養、高渉菩薩映像13回記のために制作された木造騎士、文樹菩薩及び脇地蔵昭安4年は、新言立宗にとって忙しい年だった。衆祖である高渉菩薩映像の13回記にあたるため、その供養として、盛大な仏教美術事業が行われたのである。 まず、追前供養本尊として、木造騎士、文殊菩薩及びその脇地である、腕王、最小老人、仏陀はり、全財同士の文殊語尊像が制作された。最大寺の彫刻作品は、像内納入品が多いことで知られるが、この像はそれらの中でもさらに十二を争うほど多い、型で四十種以上もの品目が納入されている。 門館との関わりで特に注目される像内、納入品は大繁慮行全600巻である。この書写事業は、もともと供養とは別に、永人元年頃から始められていたが、途中から永存供養のための事業に転用されたようで、特に昭安頃からは急ピッチで事業が進められた。一巻一巻の奥書きを確認してみると、最大時だけではなく、 近くの戒律関係人、さらには、機内各所にある、最大自末寺の僧侶たちで分担して書写していたことが、わかる。当時の事業としては、女性の活躍が多いのも、特徴で、全体のおおよそ1、6に相当する部分が、2によって書写されている。最大寺本部内では、特に20代の若手僧侶が書写を担当した。ところが、当時数へ25歳の門官の名前は、 書者を行った人物には入っていない。その代わり、昭安4年4月から6月頃にかけて、という授業の最終段階で、天読を呼び、読庫を行っていたことが見える。本来、天読は、第二世長老である、新空が務めるべきほどの退任で、読み子も、また最終検査として責任ある行為である。そのため、門官は、新言、 立州の二十代若手僧侶の中の出世頭として、着々と存在感を高めていたのではないか、という。なお、この大般若行の奥書きの中には、門官と署名したものもあり、遅くともこの時点から門官という暴号を名乗っていた、ようである。最大時の天才絵師として昭和4年の交渉菩薩絵存13回聞くようでは、多くの仏教絵画も作られた。 供養本尊の木造騎士、文殊菩薩の入品の絵画作品の目玉は、貞信と、栄美による、諸村図像である。しかし、絵史歴7年、末25歳に過ぎない文館もまた、最大寺を代表する有力画奏の一人として、事業に参加している。例えば、日課文殊菩薩図像は、陳はじめというビクと文館が描いたものの2点が、納入されているが、 仏教美術研究者の内田慶一の評価では、門館の作品の方が、線も図用も丁寧で、うまく、丸みのある顔や、愛らしい目鼻立ちなどに特徴が見られるという。同年6月16日には、主事曼荼、門術像、神言、主事等と称される作品を制作しているが、実書によれば、これは、線、胸房さ、放置棒 上智坊という三人の僧から依頼されたものといい、最大自打ちで画僧としての名声も築いていたことを物語る。また、資本短祭の時、八字、文樹漫だらずも、楽観こそないものの、文殊の愛らしい顔つきなどの画風から考えて、文官の筆であることは、間違いない、と、内田は主張する。大藩野行の奥書きと統合すると、文官は昭和四年時点で、 西大寺内において、画層としても、事業を総括する層としても、重要な地位にいたと見られる。真空長老体制の強化映像13回期の翌年である権限2年7月12日には、新言立衆において映像と並ぶ最大の瞑想である認証が入滅した。認証は、新言立衆を主に人道的側面から支え、学問も名誉も求めず、 ひたすら貧民救済に捧げた生涯だった。認証の人道支援活動は、後には、五代醐天皇からも数敬を受け、生ける菩薩として、認証菩薩の死亡を贈られることになる。新言立宗を築き上げた高僧たちが世を去るのと、入れ替わるようにして、第二世長老の新空を中心とする、世代交代が行われていた。 これを遡る昭和4年1月21日には、五田上皇から新空へ、四天王寺で教を読むように院前が下るなど、英尊に引き続き大覚寺等からの支援が保障された。新空は、認証とは、同郷で、同じ学安寺周辺の出身といい、新空が、新言立宗を継いだのも、認証からの推挙があったからとされる。加減三年、新空は、 兄弟子であり、恩人でもある入賞に、盛大な供養を行い、日田ゆ寺に、五輪塔を安置した。加元4年9月上旬、新空は、門六64人を引き連れて、貧乏国王の道の浄土寺へ向かった。浄土寺は、瀬戸内海交通の要衝に位置する寺院で、最大寺の末寺としては、西国では、最大規模だった。浄土寺は一時期荒廃していたのが、 立僧の提唱によって復興が図られ、ついに復興最大の象徴である近藤が完成したので、その記念として長老である、新空が招かれたのである。それと同時に、この大規模な訪問は、新言、立衆の繁栄ぶりを世間に示す、デモンストレーションの目的もあったかと思われる。内田圭一によれば、後、浄土寺の僧には、 門官から不法を受けた者が多く現れるため、若き門官もこの時、新空に同行しており、浄土寺とのつながりを得たのではないか、という。ただし時節で述べるように、時期的に門官はこの頃ハリマ国で独立した、長老として活動し、新空の元にはいなかった可能性もある。その場合でも、ハリマは、ビンゴへの通り道であり、門官が浄土寺など、 瀬戸内海方面での新言立衆不況に寄与したことは疑いない。故郷張間の若き立衆指導者日本史研究者の金子明によれば、最大寺で一人前の仏像となった門館は、権限2年から下限4年頃のいずれかの年に、生まれ故郷である張間国宝城号大野に凱旋し、同地にある宝生山城落寺の長老になったという。 この上落寺は、おそらく、門館の最初の死の一人である関西、冒敬村が、門館の死となった、昭和3年以降のどこかで、初代長老として開催したものである。金子の推測によれば、門館の出身である、地方豪族の王の氏が、新たに、新言、立衆の寺院を建立し、門館の死である、喜び御子を同地に招いて長老に据えたのではないか。 という。その目的は、王の一族の誉れである門官にゆくゆくは長老を継がせるため、門官と親しい喜び尊に、それまでのお膳立てをしてもらおう、というつもりだったのではないかと考えられる。ところが、ハリマ国での新言、立秋の指導者的立場だった喜び尊は、加減2年2月1日から加減4年2月15日に、かけてのいずれかの日に没してしまった。 文官は死である、喜び見事の容体悪化か、あるいはその死の知らせを受けて、急遽、上落寺の第二世長老になったと見られる。また、峰愛貴からは、ハリマ国宝火山の十字である、宇都宮長老からの勢力基盤も引き継いでいたことを、読み取ることができる。この宇都宮長老というのは、肝人像として活動していた僧侶と見られる。こうして、文官は、 といった背景によって、数え20代後半の若さながら、新言、立州の針馬国における指導者格となった。タコ草里の高知開発天馬を池け。門館がここより北西部で14世紀初頭に始めた、開拓事業を契機に、14世紀末には川沿いで、南東のここまで、高知開発が進んだ。金子明によれば、針馬国における新言、 立州の指導者となった門官は、土木事業によって、民衆救済を図り、タコサ北村という地域の高地開発を進めたという。金子の推測によれば、中世のタコサ北村とは、加古川市、上野町の前生寺と日岡神社を含む、曇り川の両端部を指す。ただし、この地域は、近世のタコサ号には含まれない。 この門館が始めた事業のおかげで、14世紀にわたって門館を継承した新言立秋勢力によって川沿いの南東方向、つまり近星におけるタコグサ号へ開発が進んだ。そして14世紀末にはついに過去軍稲美町の天馬大池の整備という一大事業まで完遂することができ、地域の福祉に大きな貢献をしたのだという。 いかに、金子の論子を述べる。まず、金子は、神奈川県鎌倉市の臨済州猿楽寺に残る昭は4年6月21日付の2通の、書状を論拠として挙げる。これらの文書は、鎌倉後山、第2位という強大な仏教勢力である、猿楽寺と、そして猿楽寺の背後にいる法上特捜家の、悲観によって書かれたものである。 文書からは、円楽寺、特捜に匹敵する勢力が、ハリマ国の、タコグサ北村という場所を新規開発しており、円楽寺はその利権を狙っていたことが読み取れる。百姓層だけによって、円楽寺、特捜の権力に対抗することは難しいため、これは、西大寺の若手筆頭である門官が、タコグサ、北村の高地開発を指導していたと考えられる。問題点は、 上記の文書の存在にもかかわらず、金星において、タコグサ号と称された地域で、新音立衆による開発の痕跡や一体が残るのは、14世紀後半ということである。これは門館が活躍したはずの時代から50年以上後のことである。この点について、金子は、金星、タコグサ号内の地名である、中村が北西端にあることを指摘した。 そして、当時の郷内地名の用法からして、中世、タコグサ号は、近世、タコグサ号のさらに北北西に広がっており、中村は、名前通り中心にある村だったのではないか、と推測した。実際、この北北西地域には14世紀前半の、石像物が見られ、これは、門館の時代と一致する。したがって、ここが前期の文書に言う。 タコグサ北村であると考えられる。金子はさらに、門館の祖父の一人は、日岡神社の館主だったと推測されることにも、言及し、よって、自身の拠点である、上落寺と祖父の拠点である、日岡神社の政治的影響が強いこの地域から、土木事業に着手したと考えるのは自然であろう、とした。5が、硫黄水の収築事業加古川水系の荒い溶水と、5が、 黄水民衆救済事業における、門館最大の貢献の一つとも言えるのが、加古川水系の湖が、黄水の集築である。東張間は、気候的に干ばつがよく起こる地帯であり、そのため古くから、用水施設が整備された。伝説では、聖徳太子がいた7世紀初頭の古代から、加古川東岸の200ヘクタールを潤す原、湖が、黄水が作られたと言われている。 五が、硫黄水はさらに中世に大規模な集築工事が行われ、700ヘクタールもの水田を潤す大型用水施設となり、五が、遺跡とも言われた。五が、硫黄水は、加古川大関が1989年に完成するまで地域の富を生み出す機関として利用され続けた。金子明は、この中世の五が、硫黄水集築事業は、 門官が主導したものであると唱え、以下の議論を行った。まず、語が、伊予水州地区に関しての自伝を有するのは、加古川市加古川町の上落寺、加古川町北在家の天台宗鶴林寺、加古川町寺家町の相当州上住寺である。このようにしてみると、語が、伊予水州地区に関する言い伝えを持つのは、すべて中世には、最大自勢力と、 密接だった寺院であり、新言立衆によって修築が進められたことは、疑問の余地がない。加古川志士、第五巻諸衆、五害由来期十月頃では、日岡神社の日向明神と聖徳大使が力を合わせて修築したのが五が、硫黄水である、という伝説が語られる。門間の祖父の一人は、日岡神社館主だったと推測され、さらに、門間の上落寺は、 日岡神社の別当寺であり、かつ、聖徳太子も、神言立宗で尊ばれた存在である。よって、これはおそらく門官ら、神言立宗最大寺勢力によって修築が進められたという記憶が伝承の形で残されたものと考えられる。修築時期も、門官の時代であると特定が可能である。兵庫県史資料編、中世9。 古代ホイ初秋の官能元年12月5日付、足利高氏、袖藩下文案からは、この地域が守護の直接的影響下にあったことがわかる。しかし、南北朝時代、室町時代には、守護所が、張馬国西部に移動し、それに伴ってこの一帯は小規模な領主が、軍友拡挙するようになり、溶水集地区のような大工事を行うことができる、勢力がいなくなる。 よって、最大寺勢力を率いる門官という強力な指導者がいた鎌倉時代末期以外に、語が、溶水の集築ができたとは考えにくい、という。学僧としての活動賞は3年9月21日、数え37歳の時、門官は、山和国の最大寺長老御母で、西玉賞という賞を占術した。これは、新言。 立宗の歴史を新言密教の側面から照らして書いたもので、その総称次第を映像に真空門館という流れの上で記したものという。新空も翌年3月10日にこの書を閲覧、審査し、誠この刀流の規模なり、相可能戦士の名力化のおぼしめしにも、相可能に違いないとうとうと絶賛した。実装家としての門間のキャリアの形成を見て取ることができる。 このように、1310年代前期から中期にかけて、門館は、ハリマ国に泊まるだけではなく、中央との接触を保っていた。次節で述べるように、大閣寺等との関係もこの頃築いていたとみられ、中央での名声が、ハリマ国でのさらなる活躍を促すことにつながったとみられる。東、ハリマ昭和石東軍の造営文館の監修による一条寺、外場、 昭和5年12月21日、兵庫県指定有形文化財。アークの凡事。門館は、針馬国において、民衆救済を行うだけではなく、美術監修者としての才能も開花させていた。金子明をはじめ、馬淵和夫山川ひと大江綾子、小林聖二らによって、加古川下流域の石頭群の調査が行われ、 昭和2年から昭和5年にかけて作られた4つの石刀が残存していることが確認された。金子の評価によれば、これらは第1000級の大型最上室の石刀であるという。作風的に、これらの石刀は14世紀に活躍した、これゆきひさしや、年新といった名工もしくはその関係者によって作られたと見られる。 2019年時点で発見されている4基すべてが、兵庫県指定文化財に指定されている。もう一点重要なのが、これらが大覚寺塔、つまり、ゴ田上皇やその息子の後代子孫知心王からの、公園で作られたと見られることである。石塔群は、大覚寺童ゆかりの地域に建てられている。さらに、石塔の一つには、奏和星王直蔵流の、と彫られており、 当時の金和西洋である寿命院島の花園天皇は、神言立宗とのつながりは薄いため、豪高御子土地の遺構で作られたことになる。また、この石塔に刻まれているアークの盆字は、門館の他作品の筆跡と一致することから、門館がこの時点で、道順や新空からの紹介によって、大覚寺等の天皇家とつながりを持っていたのも確かで、ある。さらに、 この造営には道里氏という当時の瀬戸内海仏教勢力の調整役的な僧侶も関わっており、大覚寺等、新言立州最大寺勢力、新言立州極楽寺勢力、東大寺会談因流勢力らが結集した大規模な事業だった可能性も指摘されている。ハリでの活動の総論ハリマ国上楽寺での活躍は多芸多才だった。 門官房広島という人物の方向性を決定づけた。海祖であるゾンと同様、それぞれの一面が個別にあるのではなく、すべての面が門官である。昭和5年、時に数え39歳。門官はここから中央での出世街道を突き進むことになる。新言州のアジャリ、広島になる東ハリマの事業の成功で名を成した門官は、 正確な時期は不明だが、中央に先戻り、昭和5年初頭頃に、大和国竹林寺の長老となった。当時の竹林寺は、数多の同社を有する有力寺院で、もちろん死である、新空の命を受けたものと考えられる。しかし、その新空は、昭和5年1月26日、数え86歳で入滅。 新言立宗を率いる最大寺長老第三世には、改装映像の皇帝である、千湯が鳴った。新空が入滅してしばらく後、文館は、京都の新言宗第五寺に移った。新言系の祖は、しばしば複数の流派の新言宗の構想から不法を受けたので、文館もその慣例に習ったものである。そして、4月21日。 新言宗第五派法人流の長である道順から伝法勘定を授けられ、アジャリ、つまり新言宗の僧侶として弟子を取ることが可能な思想という行為に上った。門官はこの時数え39歳。かつて最大寺時代に道順に初めて会い、愚子勘定を授けられてから16年の月日が流れていた。新言宗第五派というのは、 新言宗の最大派閥の一つである。新言宗の自創の実践面についての作法、学問は、小野流と広沢流という二つの巨大な法流に分かれているが、そのうちの一つである、小野流の本拠地が第五次である。新言宗第五派の中での最大派閥は、美本院流で、門官が継いだ、法音院流も美本院の支流に当たる。 法恩院流は13世紀の剣心に始まり、流祖である剣心自身を含めて、学僧として名高い人物が多い、学級的な法流なのが特徴だった。法恩院流は、剣心未進覚がサダ順と続くが、このサダ順は、ゴ田上皇の副進で、伝望勘定を授けている。ゴ田上皇は、新言宗への消えが、極めて厚く、これ以降、 混合性という仏相としての名も名乗るようになった。その後、貞順の後継者の地位を、五田からの支援を受けた道順と、鎌倉幕府北条氏からの支援を受けた、龍勝が争ったが、最終的に道順が勝った。こうした経緯のため、門官が第五次に入った頃は、本家である三本院流よりも、五田の長寓を受ける道順の法陰流の方が、勢力が強かった。 文法2年1月8日、文官は、新五人後7日、手法という儀式に、広島新アジャリとして加わった。これが、広島という法意味名を使い出した早い例である。学僧の森山清志新の推測によれば、工房大師空会と、間宮ヤの最初の一時を取ったものではないかという。ただ、美術作品にはまだ、 コトンという立相としての方意味なで署名することが多かった。また、諸資料では、最大寺の肩書きがつくことが多く、新言宗の構想になった後も、定期的に新言立宗本体との連絡は取っていたようである。し、道順の対等と入滅文法2年2月26日。 自明院党の花園天皇が退位し、大覚寺党の皇太子孫知心皇が、五醍五天皇として戦争。五醍五の父の後宇田上皇が、第二次院政を開始した。門官が新たな死と仰いだ。法恩院道順は、後宇田からの上下を背景に、急速に地位を高めていった。同年12月29日には、創上、翌文法3年1月3日に、 当時に長者かつ第五次、第五十七大雑となり、改元を挟んで、同年元王元年9月26日に、大創上に部任された。元皇元年3月21日にはついに当時一、長者、つまり当時の長にして、新後未衆全体の最高位に上り詰めた。映画を極めた道順だが、同じ元皇元年12月9日に五田は、自典の君を辞して、 政治の場を離れ、後大醐が申請を開始した。天皇下での大の移り変わりと時を同じくして、同月28日に、道順自身も入滅。新言宗の頂点である当時一長者の座にいたのは一年にも満たなかった。後大醐天皇の帰還を受ける現行三年、後大醐天皇は直命を発し、門間を宮廷に散大させた。死の道順が、 五醍醐父の豪打に数形されたそうであることを考えれば、その皇帝である門官が消えを受けたのは自然な流れである。現行四年三月七日、大和国にある新言立宗般若寺の旧教像本尊として木造文字菩薩起死像の制作を監修した。大世主は鎌倉幕府の高級官僚である伊賀金光。門官は伏せを受ける側であるから、 すでに天皇から、帰えされるのほど新言像であったにもかかわらず、新言立僧としての地位もあり、半若寺に住んでいたと見られる。この半若寺は、かつて海祖の映尊が長老だった頃、後に、直長老となる、新空が住職となっていたこともあるほど、新言、立宗の最重要拠点の一つだった。菩薩像の実製作に当たったのは、 幸福時代仏師の孔春と小仏師の安成。仏教美術研究者の内田健一は、鎌倉時代の文珠像の典型的な様式を守りつつも、小鼻の大きさや厚い唇などの一味が加えられており、正気味よく仕上げられている、と高く評価している。牧書にはまず、崩壊手上発菩提神とあり、全世界のあらゆる人が、 母大神を発することを第一に願った作品である。その一方で、金輪聖主五眼成就ともあり、金輪聖主つまり、天皇である五代後の知性の繁栄も、第二の意として願っている。開祖の永存にも、成長安論を掲げたものが多いから、新言、立宗の典型的作品と言える。現行四年六月二十五日、新言宗の有力被護者だった。 五座上皇が崩御。続いて、同年9月19日から小中2年2月9日にかけて、五醍醐天皇は、倒幕計画を疑われ、鎌倉幕府から取り調べを受けた。しかし、鎌倉幕府の調査の結果、冤罪であると公式に判定が下った。天皇に伝坊感情を授ける小中2年10月、門官房広志信は、五醍醐天皇に因果と、 二欧行秘宝を授け、内宮部,部という地位に任じられた。この因果は、新言立宗側のではなく、新言衆大御派法を引流としてのものだと考えられる。二欧行秘宝というのは、国家を鎮護するために使われる、大秘術である。内宮部,部というのは、従前時とも呼ばれ、宮中の御用僧侶のことである。なお、 呪術や祈祷というと、現代人の目からすれば非合理的なものに見える。しかし、当時の感覚では、合理的な理論に支えられた、実利的な技術だと考えられていた。中でも、神言密教の手法は、謙虚、人義恩苗度以上に信頼性が高く、最も現実的で合理的なものとみなされていたのである。年月日。 六原武行人の申請によって、五代醐天皇が崇拝する、愛禅明王の画像が、京都の御地山連下寺に寄進された。6月1日というのは、鬼宿という日にあたり、愛禅明王にとって、最上の日とされていて、意図的にこの日を選んだものと見られる。この申請は、3年前、門間に、藩屋寺、門樹像を伏せした、幕府高級官僚、伊賀金光の、 有力な部下と見られる人物である。内田圭一は、ネズ美術館像の愛禅妙画像との関連性や、門館の画風も踏まえ、この画像を監修もしくは実製作したのは、門館ではないか、と推測している。同年10月、門館は、宮中の忍寿殿で、五代醐天皇に、寮部殿望官上職位を授けた。忍寿殿とは、当時長者が、 毎月18日に、二軒観音を用いて二軒観音とも、行うという、宮中でも特に仏教的色彩の濃い宮殿である。法相として、五代醐天皇は文館を建僧上に部任したが、その時の書類は、神筆、つまり、天皇自らによる直筆の文書だった。また、文館は、借金五十金も与えられた。内田によれば、 立僧という出身の門官にとって、天皇が、直々に書いた書を賜るというのは感慨深かったで、あろうという。こうして、門官は、地方出身の豚製造という身から、帝王の死となった。この時数え50歳。任将らへの死亡推挙名実ともに、新言宗の構想となった門官は、その立場を活かし、出身母体である立宗の信仰に努めた。 火力2年12月21日には、東長大寺という奥義を、半寺の宗首である、女空母英心に伝授した。英心は、新空の皇帝で、門館の兄弟弟子に当たる。この時門館は、内宮部十全寺古藤恩という、立宗としての名前で記録されている。火力3年5月26日には、五代五天皇から、鎌倉極楽寺の両官房認証に対し、 認証菩薩の菩薩号が死亡として送られた。認証は、貧民やハンセン病患者、否認の救済に生涯を捧げた人である。ご伏見天皇から永像への高渉菩薩が、昭安2年うる7月3日だから、立僧が死亡を送られたのは、約28年ぶりで、認証の入滅からも25年が経っている。この宣言の背景には、 文館の後押しがあったとする説が古くからあり、内田慶一も同意する。火略4年2月25日には、最大寺長老、第二世で、文館の死であった、新空に対し、地震和尚の死亡が送られた。五代醐の直によれば、新空は、開業清春、道徳孔米であり、五浦、五代五不死からの木へ扱ったという。 1> 約1ヶ月後の3月26日には、門館自身が直接この知らせを持って、京都から奈良の最大寺まで赴いた。このような行動から見て、やはり、門館からの推挙があったのは、間違いない。さらに続けて、元徳2年8月9日には、東昇大寺中高の祖である、里市政に対し、大秘菩薩の死亡が送られた。里市政は、 新言立集形ではないものの、英存の動機として、戒律復興を主導した構想である。この時の東初大事中高9世長老である、角栄は、門官から不法を受けたこともある人物だった。10世長老の喜び園は、太平記では、門官と共に、幕府長伏の祈祷を行った仲間、共演として登場する人物であり、太平記の内容が事実であるかはさておき、 少なくとも、太平記原作者の目からは、同一派閥とみなされたそうである。内田の主張によれば、認証、新空への死亡と続くことと、東照大寺勢力との密接なつながりを考えれば、里市政への死亡にも、門官からの要請があったのではないかという。画業への意欲天皇の伏進という地位にありながら、門官の画業への意欲は衰えていなかった。 当時執行日記によれば、元徳2年5月7日、門館は、当時放蔵にあった十二点屏部を借り出している。十二点屏部とは感情などの儀式に用いられる、密教では、必需品の仏具である。しかし、門館の場合は別に儀礼で使うわけではなく、その画ギからして、祖本、下絵の参考にするために借り出したものと考えられる。なお、 これを遡る71年前、漢味学真っ先証言元年上にも、英像が十二点屏風を、当時宝像から借り出し、紙形に写し取って制作したことが記されている。伝統の当衆というのは、新言立宗最大時流の美術の特徴であり、門館もまたその例に習ったものである。同年8月25日には、五時、文殊菩薩画像を、 自らのエフェデで描いている。8月25日は、エーゾンの入滅日である。辞書は、菩薩回数以内、グブ十禅寺古藤音であり、内グブ十禅寺という部分は、自身の帝王の副神としての立場を表しているが、その一方で、菩薩回数位古藤音という部分は、神音立衆的で、立想としての意識を保っていたことを示している。 仏教美術研究者の内田健一は、この文殊画像について、頭髪が一本ずつ、丁寧に描かれており、また顔の肌色の地塗りの上に方に、柔らかな桃色を塗って、マとするなど、精緻に凝らされ、繊細な面持ちに仕上げられている、と顔周りについては高く評価する。その一方で、手足を描くのがやや苦手で、その部分にぎこちな印象を与えるのは門官らしい。 としている。天皇、皇后に、湯木勘定を授ける玄徳2年10月26日、御摂書において、門官は、湯木勘定という儀式を、五代後醍醐天皇に授けた。この湯木勘定というのは、主に、湯木教上下官のうちの上官序本を基礎とする、勘定である。究極の勘定、密教の最高到達点とも称され、相当な修行を必要とする。 当時の新語宗最高の神聖な儀式である。これより上は、促進成仏しかない。五代五の肖像画として、最も著名な、憲本着色五代五天皇御像も、この遊儀感情の時の様子を描いたものである。湯河伝統書著者の法蓮によれば、皇僧が帝王とその聖庇の両方に、遊儀感情を授ける事例は、 三国のいずれの国においてもこれまで先例がなかったという。確かに、世俗民は勝つ上皇ではなく天皇の地位にある、五醍醐天皇が最高の感情である、遊儀感情を授かったというのは、例外的な事例である。ただ、例外的ではあるものの、五醍醐は、道順、栄界、声援らから感情を受け、門館からは、因果、二王行秘宝、 両部伝法勘定といったものまで授けられているので、熟練の僧侶と同格の修行はこなしてきている。したがって、正しい段階は、踏んでいるため、流れとしては自然である。なお、同年11月23日には、夢のお告げとして、五大悟は、中宮野の,の西恩寺吉子にも、遊戯勘定を受けさせている。五大悟自身が堅実に修行をこなしてきたのとは違って、 こちらは一飛ばしで受けさせており、かなり強引な例である。ただ、内田圭一によれば、当時の人の感覚では、夢のお告げというのは、相当に重要なものであり、まして天皇もしくは、中宮の,の夢とあれば、門官も断れなかったのではないか、という。内田によれば、後醍醐は、遊戯感情を気に入り、夢のお告げという体裁で、どうしても夫婦揃って受けたかったのではないか。 という。兵道博美によれば、マス鏡、秋の実、山などに見られるように、五大五と義子は、仲むつまじい夫婦だった。玄光の乱元徳三年四月二十九日、五大五天皇側近、後の三夫房の一人吉田貞夫房が、六原丹大に、五大五の倒幕計画を密告したことで、玄光の乱が始まった。同年五月五日、五大五の復診だった門館は、 幕府によって捕獲された。さらに、同年6月8日、鎌倉へ護送。さらに、薩摩国洋島へ流刑となった。現行の乱前半戦は、五醍醐勢力の敗北に終わり、翌年3月、五醍醐天皇は、絶海の孤島である、沖島に流された。絶海の孤島に流されたが、約1年後の現行3年、小京2年うる2月24日、五大五は、 沖を脱出し、放棄国にたどり着いた。続いて、土豪の名は長年の支援を受け、天然の妖怪である、戦場山に籠城した。うるう2月29日には、戦場山の戦いで、五大五、長年は、追手の幕府軍に勝利した。こうした緊迫した状況の中、五大五は、4月9日という現行の乱の勝利が、確定するより、前の早い段階で、 最大寺末寺である尾道の浄土寺に、天地長久を求める臨時を発している。当時の長老である空京は、門間の不法者である。これは、戦場山から地理的に近いというのもあるが、それよりも、ここが立州と密教にとっての最重要拠点の一つであると五大五が理解していたことの方が大きいと考えられる。実際、この後も、 五醍醐天皇はさらに元行三年五月三日十一月三十日、剣務元年二月二十三日、剣務二年三月十五日と四通の臨時を発しており、いかに浄土寺を重要視していたかがわかる。浄土寺は五醍醐に続き、足利高氏からの数形も厚く、剣務の乱で九州から京都へ進軍する途上、剣務三年五月五日に立ち寄って、 宝楽和歌を奉納したほか、高氏の肖像画も残る。なお、浄土寺には、門官の不法者が5人いるが、いずれも長老級の構想である。門官が浄土寺の長老たちに授けた、新言宗の法流が、新空から継承した、松橋流なのか、道順から継承した、法人流なのかは、確実には不明だが、内田敬一は、 最大寺末寺ということを考えれば、前者であろうと推測している。現行3年5月7日、幕府方の有力武将である、足利高氏が、五代五法につき、六原丹大を滅ぼしたことで、現行の乱の数勢はほぼ確定した。5月25日には、東国で、新田義貞が、東昇寺合戦で、鎌倉幕府と、北条特捜家を滅ぼした。 5月27日、門館は、主君の五代五に先駆けて、京都に帰落した。6月5日には、五代五天皇が京都に外旋し、兼務の申請を開始した。第64代第5次座主門館が、憲法着色五次、門樹像、兼務の申請開始後の現行3年10月25日、五代五天皇は、河内国の武将。 楠木正成の菩提寺である、関心寺に対し、工房大師空海作と伝わる、不動明王像を渡り進むするように臨時を発した。寺社への臨時としては、あまり見ないものである。関心寺と正成の対応も、非常に素早く、翌26日には、不動明王像を、同月28日に正成の手によって、京都へ護送されることが決定した。 この不動明王の一件は、門官の沙汰によるものだったとも言われている。剣務元年3月、岩清水、八幡宮で、二王行を修士した。二王行とは、国家の鎮護に使われる王法であり、五大五のための手法であることは明らかである。なお、新言、立宗の快祖である永存も、五大五の祖父である、亀山上皇のために、現行、第二回が発生した。 公安4年の1月から7月にかけて、岩清水、八幡宮の八幡大乗院で、国家鎮護のための祈願を行っている。岩清水、八幡宮は、国家守護の聖地であり、かつ、門官にとっても、五大五にとっても、関わりの深い寺院だった。同年前半、門官は、新言宗大五派の長である、第64代大五寺座に上った。 その正確な月日はわからないが、4月1日には、同友がまだ第63代であり、6月9日に描いた、憲法着色5時、文樹像では実書で、第5次雑草上広島を名乗っているので、この間だと考えられる。文館は、第5雑次第では、一回草上なりと記載されており、区下出身者が多く、 何々息と記されることが多い第五ジ雑スには、珍しい例である。同書によれば、五第五から門館への帰えは、青合いと極めて深く、門館はたびたび横暴、秘宝を襲したという。第五ジ雑ス次第は、この時の門館の県政を、北権無双の人し祖師再生下と表している。第五ジ雑ス部人と前後するが、県務元年五月十八日、門館の母が没した。 文館は、坊坊への供養として、37日と57日に、文殊菩薩の画像を描いている。37日に描いたのは、憲本着色5時、文殊像であり、57日に描いたのは8時、文殊画像である。文殊画像を地木用として用いることは、新言、立宗の認証から始まる流儀である。 一方で、門館の文殊画像には、密教形式の図像に習った点も認められ、門館は、真言立想と真言像の両方の意識を並存して保っており、画業にもそれを表現していることが見て取ることができる。門館は、翌2年10月7日には、8時、文殊画像を、当時サイン見かげ堂に奉納した。聖ホーム。 第120代当時一長者、当時東区陽気兼務元年8月30日上によれば、門館は、兼務元年8月までには、当時代漢人職という職に部任されていた。この職は12世紀の文革から始まるもので、戒律関係の構想が部任されることが多く、門館も、また新言像というよりは、立僧としてこの職に就いたものと思われる。 道場によれば、門館は、大官人職として、当時の修理に指紋を受けており、修繕事業に、かなりの権限を持っていたことがわかる。また、道場によれば、8月30月頃には、理由不明だが門館は、故郷のハリマ国に一時滞在しており、同職月9日上によれば、9月初頭には、帰郷している。また道場によれば、 この頃、小野僧城の通称でも呼ばれている。兼務2年3月15日、門館は、法務第120代当時一長者に任せられた。当時一長者とは、漢字である当時の長官であるとともに、新言院全体の名手である。法務とは、正法務ともいい、律令制において、全仏教を統率すると定められた装飾で、官例として、 当時一長者が兼任した。平安時代最末期には、法務の上位に、法神皇や入道神皇など皇族が直任される、総法務が設置されたものの、横内博人の主張によれば、総法務の権力基盤は親族である院の権勢を背景とした変則的なものであり、伝統的権力構造における、仏教界の実力者は依然として、 聖ホームイコール当時一長者だったという。同年3月20日には、門館は宝母大院を重望とし、翌21日には当時一長者として、工房大師御英具という当時恒例の行事を行った。門館坊博志信は、地方の平民に生まれた立想という出自ながら、日本の総会の頂点として、映画を極めたのだった。この時数え十八歳。 仏門を志してから45年の歳月が流れていた。高野さんからの反発兼務政権下で、当時一長者、当時大漢人職、第五次雑という新言州の養殖をほぼ独占した門官だが、急速な勢力拡大に、新言州内部の大派閥の一つである高野さん、今後峰寺の首都からは極めて強い反発を受けた。兼務2年5月に、 高野山県行第百代の言う価値に提出された高野山氏と総長は門官を強く非難する文書である。この総長は門官を肝心性分官防止という当時一長者に対する故障としては別称に近い呼び名で名指しし当時長者を解任するように求めている。同総長は国家鎮護の中心である当時の長官に 最大寺末寺の出身に過ぎない、症状立志の門官が部任されたのは遺憾であると、している。門官の人となりについては、賛同を見学し、牧税を好み、呪術をもっぱらに手法し、主言道に立脚し、貪欲、凶慢な性格であると主張している。上層文は、門官による、新言衆一局体制を危惧したという体裁には、なっているものの、 実際には門下にへの批判はほぼ、すべて、その低い羊と、それにまつわる偏見に集中している。そのため、内田圭一の見解によれば、五代醐天皇がある人物を、ことさら徴用したことそのものが問題だったのではなく、その人物が喫種ではなく身分の低い、立僧出身だったことが、高野さんの僧侶には容認しがたかったのではないか、という。 当時一長者としての公務兼務2年10月14日、門館は故郷である、針馬国に戻り、かつて若手時代に世話になった宇都宮長老の供養を行った。門館が宇都宮長老の事業を引き継いで完成させた行動は、西国第一の王道と称されたという。この後、すぐに、京都に戻って1週間後の21日には、二王警報を行事。 二十八日には、二楊会を修している。二楊警法とは、密教で、沈護国家のために使用される、最大秘法であり、二楊会とは、謙教で五国のために行われる、大きな法へであるから、相当に緊密で多忙なスケジュールである。憲武政権で、新言衆の養殖を独占した門官は、主樹の儀式で、五代五天皇の補佐を行った。十月三十日に、 武学マンダラとも。うるう10月8日に、京都神護寺で、二行行王法及び、五代五天皇の御家事、15日に、血チ縁勘定、16日に、空海由来の秘宝を用いて愚痴勘定裁法数世の、義の伝授などを行っている5月10日上。うるう10月23日には、仏舎利の分配を行い、17粒を、五代五天皇に、1粒を、五代五の長期である、 順三皇あの連氏に、一粒を、エチン望遠館に分与した。また、十二月二日に、五代醐天皇は、新語二の秘宝の一つである、金剛を講じ根本演技を書写して、診を押したが、これは、父三角の豪座上皇と同様の事例と考えられる。同年十二月十三日には、三位と八を、当時サイン三影堂に侵入した。 三位のうち五条家さと九条家さは空海のものの写しで宮中で送電されてきたおものであり、七条家さは空海が死の経過から送電したという。このうち九条家さは2006年時点でも当時に現存している。また、同月25日には、河内国の天の山金剛寺に、仏舎利を五粒侵入している。以上のように、県無政権下で、 文官が多忙な仏教上の公務をこなし、当時長者としての責務を果たしていたことがわかる。兼務の乱建務3年1月7日、文官は当時一長者として、当時の王法である後7日、か、御手法を行った。禁止した十数人の僧のうち4人が、文官の訃報を受けた僧であり、兼務3年新婚院語なのか、御手法を受けそう当時、 当時の門官の県政を伺うことができる。ところが、当時は、五代五天皇と足利高氏の戦いである県武の乱が勃発していた時期であり、1月10日に高氏が京都に攻め入ったため、後七日、御守方は三日で中断された。門官は三門に避難したが、高氏は第一次京都合戦で県武政権軍に敗れ、二月に九州へと下った。 2月29日に、園元への改元を挟み、園元元年、兼務3年3月21日には門官は、大僧城に部任された。当時一長者、醍醐寺座すに加え、新言州の最高位を一身に兼任したことになる。一方、足利高氏は、九州でたた浜の戦いに勝利して再起し、5月には、港川の戦いで、 県無政権軍の要である武将、楠木正重を廃止させ、5月下旬には、京都攻略戦を開始した。こうした状況に対し、6月には、高氏と親しい仏相である三本賢春が門官に、代わって、第65代第5次座スに部任された。賢春は、寿命院等の公言条項の院前を高氏に、伝えるなど、高氏再起に、大きな貢献をしたそうである。 そのため、俗伝統功録、大僧上謙春伝など、後世の伝記では、五醍醐と親しい門官と敵対支配所したかのように描かれている。しかし、仏教美術研究者の内田健一は、謙春はそもそも門官からも、不法を受けているから、弟子に対し順当に地位が継承されたという見方も、可能であること、京都での攻防戦が始まっていたとはいえ、 当時の刑をすべる帝はまだ、五代醐天皇であったことを指摘し、賢春が門館を駆逐したという通説的理解に疑問を示している。同様のことは、同年9月に門館に代わって、第121代当時一長者になった、聖助にも言える。聖助もまた門館から不法を受けており、さらに古くから大覚寺党と親しい関係を持っていた。そのため、 足利高氏の台頭によって門館は影響力を弱めたとはいえ、依然として五醍醐と門館の息がかかった人物が、新言宗の構想に部任されたという見方も可能である。10月1日には、五醍醐天皇の直命で、河内国の新言宗の寺院である、天野山金剛寺が直眼寺に指定された。河内国の所持は、五大悟とは関係が深く、 特に金剛寺は、楠木正重との関わりもあった。一方、11月7日には高氏が、剣務式目を発布して、刑で幕府を成立させた。なお、この剣務の乱の時の混乱によって、剣務政権初期に、門官の指示によって、関心寺から宮中に移されていたつて、空海作の不動明王像の本体は消失した。後、五代醐天皇は、 吉野にいた頃に、写し取っていた画塔を元にして、模造を作らせた。昭平16年、公安元年に、南朝、五村上天皇の指示によって、南朝から関心寺に移された。2006年時点でも関心寺に安置されている。内田の指摘によれば、経緯や作り様からしてこの模造には門官が制作に関わっていると考えられ。 しかも関心寺における配置も門官が主導した仏教思想である三尊号行法からの影響が見られるという南北朝の内乱勃発延言元年、建務3年12月21日、五代醐天皇は三種の神義を要して京都を脱出し、大和国吉野で南朝を開いた南北朝時代の幕開けである五代醐天皇は同月29日には、 新言宗の大拠点の一つである高野三金号、峰寺に願門を収めた。この時の五醍醐天皇の京都脱出に付き従った新言像として確実な記録が残るのは、文官房広志神の兄弟,弟弟子かつ弟子で、第63代大醐寺ザも務めた構想の同友である。一方、文官がこの時点で五醍醐に随行したかは明らかではない。 仏教美術研究者の内田圭一によれば、この時の醍醐自雑の研修も、当時長者の聖助も、門官の不法を受けていることを考慮すれば、門官は、五醍醐の副心であるとはいえ、必ずしも直ちに吉野に追随したとは考えなくても、良いのではないか、という。いずれにせよ、門官は遅くとも、延元2年、県務4年3月15日には南朝に合流し、 吉野に居住していたと推測可能である。この日、金峰山秘伝という自創書の上巻を表しており、題名からして、吉野の金峰山周辺で十作したと考えられるからである。奥書には、捧ぐため国家語字などとあるので、門館には南朝語字の意思もあったと見られる。門館は同年後半には著作活動に専念し、7月に金峰山秘伝下巻。 7月30日に、ごま次第、9月21日に、大ビル社ナ仏言法、12月7日に、地蔵菩薩法祭碑など、多数の書を占術した。これらの書の内容や奥書きからは、五代醐天皇が、父帝で、神言密教に傾倒した、五田天皇を見習い、帝自ら吉野で盛んに手法を行っていたことや、それを補佐するために、門官が、 五代五千族の学僧として活動していたことが見えて、くる。また、この年、門館は、吉野の厳密寺に赴き、かつて昭安2年、数え23歳の時に自身が描いた、新言立秋回想映像の画像を再選した。門館はこの時数え60歳であり、37年前の、若かりし、頃に描いた作品に向き合って、考えのあまり再署名をしている。 署名には、立僧としての初心に帰って、菩薩上階という戒律を誤示することを改めて、誓うとともに、前当時一長者第五字座スホームと、新言像としても、束の間とはいえ栄養映画を極めたことを記している。仏教美術と著作活動の千年京都の喧噪を離れて、吉野に移った門館は、南朝における仏教美術の監修と学問的著作活動に、 専念するようになった。奈良国立博物館には、門館が、延元二年、兼務四年から翌年にかけて描いた、日課文殊菩薩図像巻が所蔵されている。これは、1日1体の文殊菩薩を描く修行で、最大時にいた20代の青年時代からの、継続的な取り組みである。巻末に、光明真言という呪文が文字で記載されているが、これらは、 死者埋葬の際の土砂火事に唱えられる呪文で、新言立宗では特に重視されたものである。門館は、新言宗法人流の構想でありながら、立葬としての意識も保っていたことがわかる。また、奈良国立博物館には、大和国室宇寺の長老である真海による、如意イ観音菩薩陰仏という仏画も所蔵されている。真海は、 年齢的には門官より二十歳年上ではあるものの、門官の門弟の一人であり、内田慶一の推測によれば、真海が、剣無元年に室う寺長老となったのも、門官からの推挙があったのではないかという。真海の、女遺林、観音菩薩院仏にも、門官の画業からの影響が見られるという。南北朝時代になると造葉が、簡略化して崩れていくものが多い中で、細部まで、 丁寧に描かれた作例としても貴重である。文官は、仏教学上の著作活動も、盛んに行い、演言三年、略王元年2月14日には、後醍醐天皇の勅命により、般若心経法を、戦術、中心した。同年4月14日には、平安時代に書者された、第五次の司法の一つである、工房大師25課条五遊以号を、 五大五邸から送電した。なお、門館が送電した、御遺号は、この八十年余り後に、越前国で再発見され、第三大将軍、足利義光の長蔵の満載が第五次座すだった。頃の応援29年8月21日に、第五次に返却された。門館が、入滅時まで、御遺号を抱えていたならば、本来は、 河内国の金剛寺に所蔵されていたはずだが、なぜそれが越前にあったのか、2006年時点では、不明である。5月1日には、千八文字法を十作。12月19日には、金婦山寺で、二王像和行が完成しているが、像内廃部牧所に、金婦山寺学等である僧ペンという僧の名が見える。荘ペンは、門館の不法を受けた荘であるから、内田は、 この二王像の増流には門官が当然関わっていたであろうと主張している。こうした一方で、この年の5月には、南朝鎮守府大将軍の北畑明家が、うるう7月には、南朝総大将の新田義貞が討ち死にし、南朝は相次いで代表的名称を喪失して、軍事的窮地に立たされた。それに対し、足利政権では、 8月11日に足利高氏が北朝から征夷大将軍に分院されるなど着々と政治体制の整備を進めていった。なお、正確な制作時期は不明だが、吉野の吉水神社には門官と五代五天皇の合作による了海主事曼荼羅が残されている。領海曼荼羅は一般に死者追善のために作成されるもので、特に了海主事曼荼羅は 新言立宗とも関わりが深い。内田慶一は、時期から考えて、門官と五代醐天皇が、戦死者の安寧を祈って制作したものであると、推測しており、五代醐天皇の正常な左前、これだけ正常な左前という意味を含めて、関連作品を残した、自創造はいないと評している。第三代東寺座、第六十六代第醐次座す館の弟子が表した。 湯が伝統賞によれば、延元四年、略王二年一月二十五日、門館は、第五次座スに再任された。事実、この頃の著作に門館はしばしば、第五次座ス大僧上と辞書している。しかし、第五次の根本資料である、第五次新曜六巻、第十四によれば、この頃は、第六十五代の研修外前として、第五次座スであり、 門官が再任されたとは見えない。このような記録の祖語が発生したことについて、仏教美術研究者の内田健一は、官職が南朝と北朝で、それぞれ別に部任されたのと同様に、装飾においても南朝と北朝で、それぞれ独自に蝶が建てられたのではないか、と推測している。その論拠として、第五寺ザは、半ば公的な装飾であり、 その部人には口宣案や大上官長など朝廷からの発給文書を必要とすることから朝廷が南朝と北朝に分かれた場合にはそれぞれの宣言によって異なる座数が当てられるのも自然であろうという6月10日にはハリマ国の清水寺に滞在しており仏典の書写を行っているこの写本では第五次コトンと立想としての コトンの意味なで署名しているのが、例外的である。その6日後の6月16日には、山和国の吉野に帰還しており、五醍醐天皇に、新御日宗の司法の一つである、天朝陰神の書者を依頼した。国宝、五醍醐天皇新刊天朝陰神である。これは本来は、京都の大醐寺にあるはずの宝物であるため、 南朝の君主である五代醐が直に北朝の領地である、京都で入手したとは考えにくい。内田圭一によれば、門官は、南朝のご地蔵とはいえ、僧侶である以上は、ある程度両陣営に自由に聞きすることが可能であり、第五次から一時的に借り受けて、五代醐天皇に元に運び、筆者を要望したのではないか、という。なお、 五醍醐天皇新刊天朝陰神奥垣及び湯が伝統賞によれば、門館は6月26日に当時座すという仏職に部任されている。これはかつて、五醍醐天皇の父の五宇田上皇が当時長者よりも上位にある新言宗最高位として新設したもので、初代当時長者は前女、第二代当時長者は道井、そして第三代が、 今回の門官となる。しかし、内田によれば、吉野に筆足する門官が、同時に強い影響力があったとは考えにくく、名誉職的なものであったのではないかという。この前日に、門官が五田の供養を行っていることを考えれば、五醍醐が、父帝の仏教政策を継承していることを再確認し、 新言密教の大事院に対して任命権を掌握しているという姿勢を示すという意図があったのではないかと内田は推測している。この後3ヶ月間、文館は執筆活動に専念して様々な仏教学書の出作を行っている。その意味では文館にとって比較的平穏な日々だったようである。五代五天皇法行文官某広志神が、 五代五帝の五十七日供養に開眼した仏画、憲本着色五代五天皇五蔵。延元四年、略王二年八月十六日、門官が長年仕えてきた五代五天皇が崩御した。崩御前日に皇太子の宣長ナガ新郎が戦争し、五村上天皇として南朝天皇の位を継いだ。湯河伝統賞によれば、門官は後村上天皇の代においても、 ご地蔵を務めるように宣言を受けたという。道書によれば、その後、門館は、ご村上天皇に、両部勘定という儀式を授けている。9月21日には、57日供養を行い、憲法着色後第五天皇ご像の開願を行っている。その後の南朝側の明確な資料は幻想にしない、ものの、おそらく門館が神帝である、ご村上天皇のご地蔵として、 先定供養のための一連の仏寺の同志を引き続き担当したと考えられる。一方、北朝においても、五代五天皇への仏寺が盛大に行われていた。四詩紀等によれば、これは北朝公家川よりも武家である将軍、足利高氏の意向が大きかったという。最も著名なのは、臨在州の前奏である武装祖跡によって、 五代醐帝鎮魂のために開かれた天竜寺の混流である。北朝側の新言宗においても、足利将軍家の邸宅である三条坊門殿内の当寺院で、同年11月26日に五代醐天皇の百日記が開催された。この時の新言宗の同志は、新上院の僧侶が務めたとする説と、随身院の僧侶である狂言が務めたとする説がある。 当時一長者、第五次座である謙春ではないという点が注目される。五村上天皇御地蔵として延元四年、略王二年九月二十一日の五大五天皇五十七日法要の後、しばらく、門館の確実な記録は途絶えるが、自創書の執筆活動などに専念していた可能性は、ある。同年秋には、南朝の農水である、北畠下房が歴史書。 神皇正統記を執筆。また、吉野の金峰山寺で、二王像雲型が完成したが、この像の制作にも前年の和行像に引き続き、門官とある程度の関わりがあったと見られる。翌年の延元五年、略王三年2月23日には、五村上天皇が、楠木氏の菩提寺である、河内国関心寺を、南朝の直岸寺に指定した。 再び、門館の確実な記録が現れるのは、57日法要から3年後の、広告3年、略王5年3月21日の愚法大式で、この日、門館は三遊げさという礼法を、高野さんに寄進している。もともと、亀山上皇のおものだったのが、その子の五宇田上皇に伝わり、さらにその子の五代後天皇に伝わり、最終的に門館が五代後から下詞されたものである。 文館が三井下崎神の際に用いた箱である、エ枝伝箱三入りは、この容器そのものが美しい芸術品であり、重要文化財に指定されている。内田慶一の主張によれば、この箱の制作に、文館が直接関わったという確実な証拠はないとは、いえ、文館はこれだけ、五大五、五村上町の美術品の監修を手掛けてきたのだから、 この箱についても何らかの形で三角していたと、想定しても良いであろうという。広告4年、公営2年12月16日には、中理修行を占術した。この後4年近くの間、門館の足跡は再び不明となる。昌平3年、上和4年1月、室町幕府出自高市直によって、 南朝の仮の都である吉野安宮が陥落し、金峰山寺、蔵王堂なども消防した。後村上天皇は吉野を逃れ、金星に新たな安宮を定めた。金星は山岳に囲まれた天然の要害であり、逆に言えば、周囲に構想が駐留できるような寺院があったかは、不明である。そのため、内田の推測によれば、門館は後、 村三角のご地蔵とは家が名声には随行せず、檻に触れて、が明安宮を訪れて祈祷や法営を行うという、形態で三角に従事したのではないか、という。同じく昭平三年、昭和四年の七月二十五日、門館は、中理修行著述以来久しぶりに歴史に現れ、高野三根後峰寺に放珠,珠を、三影堂に、大師由来の宝物十二種を寄進している。 文館がこれだけの重宝を持っており、放納を繰り返していることは、文館が新言州において、未だ一定の影響力を保持していた証拠ではある。ものの、やはり絶頂期に比べて、不安定な地位にあったことは否めない。内田の推測によれば、文館は、宝物の産逸や消防を、戦火から守り未来に伝えるには、 大寺院である高野さんに奉納することが、最も適した方法であると考えたのではないか、という。また、内田は、門官が、宝物の安納を優先して、かつて通列に自分を非難した相手に対してさえも、史上を入れずに寄進する姿からは、他の信言像には見られなない門官の正常な、性格を押し量ることができるのではないか、と主張している。 山城国上ルリデラへ、浄瑠璃寺リ記事によれば、昭平4年、上和5年、門館は、山城国下原軍の浄瑠リ実政法護地理人に陰性した。ここは、山城国ではあるものの、なんとに近い立地の拠点である。門館は、浄瑠リデラに対し、同年4月29日及び5月9日に霊法を寄進している。なぜ門館が、 ジョールリデラと縁を持っていたのかは、はっきりとしない。剣無元年にジョールリデラは、五代醐天皇に対し、総合を設置することを相問しているため、ジョールリデラと、剣無政権の間に何らかのつながりがあった、可能性はあるものの、詳細は不明である。その他に、13世紀半ばにジョールリデラの仏像を、制作した物師の何人かは、神言。 立州の本拠地である最大寺での造成策にも参加しているため、あるいは最大寺つながりで浄瑠璃寺に縁を持っていた可能性もある。なお、浄瑠璃寺は、この数年前の広告4年、公営2年に火災にあっているものの、本堂などはまだ残存していた。昌平の一党による帰り咲き昌平5年、観能元年、室町幕府では、 関能の情乱と呼ばれる内紛が発生した。将軍、足利高氏の出事である、高諸直と高氏の弟である、足利忠義の間に対立関係が発生し、諸直、高氏派と忠義派の武力衝突に発展したのである。戦局は2点3点したが、将兵6年、関能2年10月に、将軍孫氏と着氏の吉明が、南朝に基準したため、 北朝は解体されて、後村上天皇による統一王朝が成立し、元号も将平の一つのみとなった。これを将平の一党という。高氏幸福の翌月である将平六年、官能二年十一月、門官は、新言宗の頂点である、聖法務、当時一長者に再任された。時に数え十四歳であり、県務政権下で、聖法務。 当時一長者、第五次座として、仏教界に君臨した、前世紀から16年が経過していた。また、この頃喜び派仏師の名長国家である孔春が、当時大仏師に部任されており、門館との関わりがあったと見られている。なお、同じく、門館とつながりが深いために紛らわしいが、この孔春は、鎌倉時代末期に、 文官の発願により般若寺本尊の文樹像を制作した幸福時代仏師安都氏とは同盟の別人と考えられている。翌年の昌平7年1月には、法務当時一長者として当時の王法である五の日、五手法を執行した。去る16年前、兼務3年1月の時は、五醍五天皇と足利高氏との戦いである兼務の乱の 陛下におりごなのか、ご手法が中断されたため、これが門官にとって初めて後な日、か、ご手法を完遂した体験だった。一方、当時長者部人牧第四は、回廊御本会なりと門官のことを、やややゆ気味に書いている。実際、門官の下で、後な日、か、ご手法を行った十数人の僧侶のうち、門官の訃報を受けていた者は、中禅検証との一人のみであり、 京に復帰したばかりの門官派の勢力基盤は弱かったようである。同じく将兵7年の5月、盛り返した幕府軍によって、八万の戦いで、五村上天皇らが敗退して、金星に戻ったため、門官の再度の映画も半年程度の短期間で終わった。この時、南朝は、北朝の黄金上皇光明上皇須コ上皇を呼び、 敗退支持家人親王を京都から拉致して、金星に遊兵するという強行手段に出た。そのため、北朝では、陰不在のママ皇金第二王子の渡るに王を、五皇金天皇として戦争させるという、やむを得ない手段を使う必要に迫られた。大和国長世寺将平7年5月に南朝が、京都を追われて、以来、門官がどこにいたのか必ずしも明確ではない。 仏教美術研究者の内田健一は、十一面観音で、著名な大和国初世の長谷寺との関わりを指摘している。文館と長谷寺の関わりが見られるものとしては、昭平八年、文が二年九月四日に表した、十一面観音に秘宝、がある。奥書きによれば、この書は、遠いに左大将、つまり後醍醐、五大後五村上両帝の側近だった。 久下大将の当院佐根与の依頼によって書かれたものであるという。近世の資料ではあるが、歴朝容器にも後に、当院佐根与が、長谷寺で皇居したとあり、佐根与と長谷寺は、縁が深かったようである。また、長谷寺,寺は、門館の出身部隊である新言立州最大寺とも、関わりがあった。河内国今後寺へ、昭平九年、文那三年三日二十二日。 南朝は、関能の上乱末期に捕獲していた北朝の、黄金法王、孔明法王、須高上皇の三人の遊兵先を、河内国の金剛寺へと移した。同じく昭平九年、文那三年十月二十八日には、南朝の元首である、五村上天皇自身も、また金剛寺に入り、新たな安宮に定めたため、四人の帝が金剛寺を、住居とすることになった。 湯河伝統賞によれば、門館は再び、ご村上邸から壊れて、ご地蔵に住人されたという。したがって、門館もまたこの時に、金剛寺へ今を移したと考えられる。この時、門館末77歳。金剛寺は、新言宗ではあるが、新言立宗とも関わりが深く、その点で、門館とは、縁が浅くない寺院である。例えば、 鎌倉時代末期の延教3年以前に、新言立宗回祖の交渉菩薩映像の弟子である、忍ぶみのるが金剛寺学徒を務めている。文館が金剛寺に移った時の学徒は、膨大な数の自創書を書者したことで、名高い善恵昌平19年、常時3年という学僧だった。前恵はそれまで文館とは、関わりが深くなかったと見られるが、 門館に浸水して、弟子入りし、門館から聖教を伝授された。ただ、門館のつてや、弟子の一覧を記録した、湯が伝統賞に、門館の弟子として、全、恵みの名が見られないのが不審であるが、内田圭一は、全恵みが、弟子入りしたのは、門館の裁判年の数年だったため、期間が短すぎて、正式な伝法勘定を受けられなかった可能性も、 あるのではないか、と推測した。入滅昌兵十二年、延文二年十月九日、門官房広志神は、河内国金剛時代門王上院で入滅した。数へ八十歳の長寿だった。立州の構想の去年を見ると、新言、立州の英像は九十歳、認証は八十五歳、新空は八十七歳で、有図念仏州の道後は八十八歳であり、 立層は概して長命のものが多いようである。なお、これより少し前のうるう7月16日には、将軍、足利高氏の御地蔵として、室町幕府と北朝を支えた、当時長者、第五自蔵の賢春も入滅していた。くしくも、南朝と北朝それぞれの仏教会の巨星が、全く同じ年に用を去ることになった。 その後の社本群で、本郷寺学党の全恵は、自身を、門館の、門弟随一と、誇らしげに記しており、この表現からすれば、入滅時点ではまだ門館には、数多くの弟子がいたようである。しかし、その後の南朝の有力新言僧は記録の不明な、ものが多く、南朝の没落とともに、門館の学派は徐々に、歴史から消えていくことになる。 文館が関わった、現存最後の美術作品は、入滅2年前の昭平10年、文羅4年1月17日に完成した、大特典法輪マンダラである。これは大絵師を称する、方言岩を雅によって描かれ、文館が海岸供養を行って完成した作例である。大徳天法輪法は、幸福法であるため、昭平一等後に京を追われた。 ご村上天皇による、大北朝の幸福法本尊としての意図もある、可能性が、林敦氏らによって指摘されている。表瀬上方の張り紙には、五海岸、つとむ前代僧正とあり、完成後のある時点で、門官の名はおそらく故意に削り取られている。南朝衰退後、北朝で書かれた、軍記物語、太平記や誘拐による、仏教書。 法教省などの影響によって、門館は、醜悪な様相という人物像が広まっていくことになった。門館の歴史的実像が解明され、名誉が回復されたのは、入滅後650年ほど経った21世紀初頭のことである。内容日本の中世密教が、最も乱熟したのは、鎌倉時代末期から南北朝時代のことである。そして、 宗教学研究者の安部康郎は、門官房広島による三尊号行法という思想とその正教群が中世密教の最高到達点であると主張している。安倍は学僧としての門官の再覚について、本文、注釈、句伝、図像を駆使することで、新たな解釈によって新たな世界観を提示する、創造性に長けていることを指摘した。 安倍はまた、文官は、そのような儀礼と図像を統合する術に長けた、天才的な師範であり、その実践として、テクスト複合を操る卓越した技量の持ち主で、あったと言えようと評している。三尊号行法というのは、文字通り、三つの御事格を合わせて、手法を行うことである。宗教学的に言えば、二元的な次元を超越し、富士を使用した。 三一体の究極的な秘伝の儀礼化であるが、美術的に言えば二つではなく三つのシンボルを絡めて描くことができるので、より深みや広がりが増す、創造的な思想だった。三尊合行法の具体的な手法方法は、大きく二種類に分けられる。一つ目は深刻化された工房大師空海を本尊として、三尊人体の本尊を拝むもの。二つ目は、 格別三尊といって、三段階の儀礼を用い、如意輪、観音、不動、明王、愛禅明王、それぞれの段階の本尊とするものである。文官の主張によれば、どちらも等しく倒密の究極奥義であるという。文官の主要著作である、秘密限定区決によれば、三尊号行法の本尊である、如意輪観音は一時かな縄仏長及び、 アマテラス大臣と同体である。また、前期したように、工房大使空海が本尊として用いられることもある。したがって、宗教学研究者の外端ラポーによれば、三尊号行法を通じて、王法の長である天皇が、神義の長であるアマテラス大臣及び、仏法の長である工房大使と、 同一化されることになるため、王権強化の理論としての一面も大きいのではないか、という。事実、五醍醐天皇新刊天朝陰神奥書きで、文官は、五醍醐天皇のことを、誠に、大詞の最短と述べている。歴史的影響歴史的に言えば、三尊号行法の要素となる儀礼は、文官以前から存在し、それらを理論的に体系づけて完成させたのが、 門間であると考えられる。例えば、三尊合行法の重大要素である、尿意傍主や、尿意林観音への信仰は、陰世紀から存在する。十二世紀の天台宗の僧の次縁は、無僧期で、王法二法を明合する理論を述べているが、門間の三尊合行法の先駆けとなるものと思われる。また、即位感情も三尊合行法に影響を与えたと見られる。 13世紀末の図紙には、三尊号行法の基本形態である、匂い防子、匂い輪、観音、愛禅、名王、不動明王という様式がすでに何点か確認できる。したがって、こうした個別の要素を統合して、理論的に裏付けたのが門館であるという。測りごと書目録によれば、五大五帝もまた、門館の三尊号行法に関心を持っており、 その呪法を門官に要請したという。また、東密では、一物二妙王といって、シャリーコール帽子に、不動妙王と、愛禅妙王を加えたものを本尊とするのが、一般的で、特に第五次の見本流などで重視される様式である。前期の、計りごと書目録によれば、これは門官が伝えた、三尊号行法に基づくものであるという。 五代醐天皇の肖像画で最も著名な、門館海岸、憲本着色五代醐天皇御像の上部には三社宅船といって、天照皇大臣、カスガ大名人、八万大菩薩の三神の名号が書かれた紙が貼られているが、安倍は、これが三尊号行法と関係があるのではないか、と指摘している。例えば、門館の学問的著作である、有意法にも、甘寺大神。 やわた、春日の人儀を三尊合行法の文脈で語ったものがある。安倍によれば、学僧として三尊合行法の思想に到達した門館が画僧として絵画上に表現した最大の結晶の一つが本作品なのではないか、という。仏教美術研究者の内田慶一の指摘によれば、楠の騎士の菩提寺である関心寺における不動明王像と、 愛禅明王像の配置にも、三尊号行法からの影響が見られるという。また、鎌倉時代末期に、門館が造営に関わったと思われる、兵庫県加古川市加古川町、大野の上落寺の宝塔には、その脇に、南北朝時代時代初期の造営と思われる、五輪塔が二つ並んでいる。日本史研究者の金子明は、配置が三尊号行法に通じるものがあることを、 指摘し、門館が三尊合行法の理論を完成した後に、門館もしくはその一派が改めて五輪等を追加したのではないか、と推測している。以下は、著作年度順による門館の仏教学的著作の一覧である。画奏としての門館の画風や腕前については、江戸時代前期に仮の葉の絵師である、加野英能が表した、本庁画子に、相乗門館。 脳画素子像、身がジオン大師像、肩、部さ皿、踏み、雑画を巧みに描く。私は、ジオン大師の画像を拝見したことがある。もとより非本であるが、しかも雑画を見たことがないとある。この表は、門間の並ならぬ力量を示すものであり、しかも、仏画以外は、手がけることのない真摯な画像であったことが想像できる。 仏教美術研究者の内田健一は、門館の絵の特徴として、伝統的図用の踏襲を挙げている。既存の絵と、同寸、同大、同図用に描くこともある。現存作品では、文字菩薩画像が多く、下の芸能の表である、らふみ、雑画の通り、基本的に保守的な作風であるという。また、顔周りの造形が繊細で、 愛嬌あふれるように描くことが得意だった。例えば、日課、文殊の文殊菩薩は、丸みのある顔や、愛らしい目鼻立ちをしている。白鶴美術館像の五時文殊画像は、頭髪は一本一本丁寧に描かれており、顔肌の血塗りの上に、頬部に、柔らかな桃色を刺すなど、繊細な表情に仕上げられている。内田によれば、 文館の作品の傾向として、顔は丁寧に描かれるものの、手足を描くのがやや苦手で、ぎこちなさが見えることもあるという、中世の層で文館ほど美術作例に関わっている、ものは珍しい。絵画制作だけを見ても、これだけの点数が確実に判明している絵師は他に、いない。しかも、入滅後に、風評被害を受けたために、 大得点法輪曼ダラのように名前が抹消された作品もあるため、調査次第では、今後も、門館の原存作品が発見される可能性がある。さらに、自分で絵筆を持って描いた作例も多く、作例も、資本木画や、拳本着色と種類が多彩であることから、内田は、門館某広志信の本職は画業であるとみなして、 画像広島と呼んでも差し支えないほどではないか、としている。文館自身が絵筆を持って制作した、もしくは実制作に大きく関与したことが確実な作品のうち2006年時点で現存し発見されたものは以下の10点で文樹菩薩に関連するものが多い。以下は図用の選定など何らかの形で制作に携わったと考えられる作品である。 内田圭一、門官房広志信と美術に掲載された、以外の美術品では、以下のものがある。ありがとうございます。